で文法講座ですね今回から単元が変わりまして、ね、服も変わったんですけどもうちのね動画に何回もね登場しているケンとジョーンね2人ともねすごい仲良しで幼ねじみでやってたんですけどねただねスーザンっていう、ね、女性が現れてですね2人はせっかく仲良くやってたのに1人の女性を争うとか、まあ、取り合うというかねそういう形になってねある日ジョーンがやったんですよ。スーザンののせいで俺たちの関係台無し はい、ではいきます。これは関係代名詞とあります。代名詞ではありません。さあ、ではいきますね。Can interview people なんとか were interested in the job どれがありますかね？Who, which, w h o s what。はい。 どうですかまあこれレベルとしては中学レベルですからス、ね、ッといけたと思いますが関係師というのはとってもねめんどくさいところなんだけどルールでスパスパスパッと当てはめていけるところなんでそこがねあできたってわかるとですごく楽しくなるところなんでぜひですね分かってほしいんですけどさあいきますね、えー、答えはそうですもう簡単ですねこれはね「ふ」だっていうのはすぐにいけたと思います。 どういうことなのかっていうのをきちんと解説していきますまずですねはいこれ風が全体で塊になっているわけなんですねで前見て県がエンティヴィール一方ね人々に面接したってさあこの風の塊ですねそうみんな答えを出せた人は多くはああ知ってる前に people っていうのは来てる人が来てるからだから風でしょ 別にいいですよそれで今回は答え出してもただこいつの働きをねきちんと理解しないで適当に覚えてる人がいっぱいいるのでそこを直していきます。でこいつこの「風」の塊がこの前の名詞をねこうやって就職してやるわけなんですけど就職してやるからこれ塊全体で何詞になってますそそそう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 いうことでです塊全体で形容詞になってるんだっていうのをまず頭に入れておいてください。で1語の形容詞は 前から名詞を修飾する二語以上は後ろからかかるんですよね。そうだから今回も風はもうこの時点で二語ですから二語以上だから後ろからかかってますね。はいまずこれをしっておいてください。で知ってますよね。こいつね名前ついてましたね。関係詞の塊が修飾する相手に名前ついてるします？そうそうそう。こいつを先行詞とかっていうんですね名前がついてますね。はいね。 いや聞いてらねえよ先行の言うこととななんかよとかよって思わないですよねそう先行詞っていうのは先に行くですからそうですね「ふう」よりも先に行ってるわけですね。で後ろ「はい、Were interested in」ですね。「Be interested in」まあこれ単なる受け身だっていうふうに V と取ってもいいし「interested」っていうのは形容詞だと思って C で取ってもどっちでもいいっていうふうに、ね、言ったと思いますが「すね、興味を持っている」「end the job、ね」その仕事にっていうふうになります。でここからですね、はい。もう先行詞が人だから、Who? 余裕だだ楽勝ってていいうののからは卒業してくださいねこのほら「ピーポーは人だからウィッチは人じゃないのにやるから」とかねそうでこのあと「フーズ」とか「ワット」も詳しくやっていきますからねでここじゃあどうなってんじゃいっていうわけなんですがまず知っておきたいのはそう関係代名詞をですね置いてやる関係副詞とかもそうなんですが置いてやると新たに動詞を置いていいんですよ。これが結構、ね、いいんでです今までやってきたのは そう接続詞って言ってて言ましたね接続詞があったら新たに動詞増やしていいよって言いましたけどそう関係詞もですね新たに動詞を増やすことができるんですよ。ね、これ結構重要ですでさらに気づくと思うんですけどここそう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 あ主語ないぞっていうふうに気づきますね。S がないっていうふうに気づくと思うんです。だから結構多くの先生がえ関係代名詞の後ろは不完全な文になるんですよって教える。 ね、そうやって言う人が多いんですけどそれってこういうことです。主語がないよとか目的語がないよっていうそれが不完全文ってう意味です。 何だ関係代名詞の後ろは不完全とか習ったんだけどよくわかんないってい人はそういう意味だと思ってくださいあ主語が欠けてるとか目的語が欠けてるよってやつだと思ってくださいで先生によってはこうやって教えない先生も多いですねそうだから両方教えておきますからでそうやって教えない人たちはじゃあどうやって教えるのって言ったらこれはね主語がないわけじゃないんだ主語がないんじゃなくて主語は「風」なんだよって教えるんですよ。 ね、そうないんじゃなくてそれ大に決まってるだってこいつは主語なんだもんって教えるそうやって教える先生もだどっちで習ってるかは本当に皆さん次第なんで一応両方やっておきますでこれで分かりましたねえ何が分かったかって「風は主語の役割をしてるわけですねこれね。ということは何核ですかそう主ってやつですかんねえっていう脱落者を大量排出する「 関係代名詞の「主格」っていう言葉とついに解決です。かりました主語のの役割をしている関係代名詞のことを主格っていうんですよ主格の関係代名詞って言うんですよこれをちゃんと教えない人がすごく多いからだから中学校の時に関係代名詞よくわかんない高校に入ってからもよくわかんないってなっちゃう人が多い自分自身がそうだったからです意味がわからんとなったのはそう主語の役割をしてるんだあそういうことだったのね。 っていうふうに分かってください確かにこのね関係代名詞の後ろは不完全だよとかっていうやり方は四択の問題を解くときにスッ,スッスッと進めるので使えますただまあ総計とかになってくるとちょっと使えないのが出てきちゃったりするんでそれは後々話していきますでとにかく中学校そして高校の基礎レベルでは先行士っていうキャラクターね前にいるキャラクターそして何角なのそして塊全体で 何しになってるのっていうこの3要素ですねこの3要素をきちんと押さえておく必要がありますこれを知ってるだので,パカパカで,でまずこの123、ね、の要素でプラスしてこの不完全だよっていうのはやってきますちゃんと説明していきますのでこれで関係詞の問題スパスパすばッと解けていきますから見ていきましょう。 はい、次の問題。t マ e m o なんとか I climbed last year, where's Mount Fuji?、ね、who, which, who's, what?、ね、さあ、どうですか,できましたか、ね、はい、そうですね。楽勝だったと思いますね。今回は、その前にいる名詞がダマ e m って書いてますね。Mount 山ですから、山っていうのは人じゃないぞって言って、もうフーなんか選ばないで、ね。で ワットやフーズっていうのですねまたこれも特殊なキャラですのでこんなところには置けないんですよ。ねこれは後々詳しくありますがそういった答えはウィッチです。はい、でここでですねいろんなことが分かるんですよ。さあまずですね知ってます私も苦手だったので英語だからこのまずこの感覚が持てなかったそもそも。The Wars Mount Fuji でで、ね、これが富士山ですねでここのこれ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 ね 関係代名詞がね、文のね、後ろに来ているときはね、なんとなくすぐにわかるんですよ。あはいはい。このね、間に入っているとなると、もうええー、かってなっちゃう人いっぱいいるんですよ。わかんないです。ね、視聴者の中で英語できる人はそうなのって思うかもしれないですけど、中学生の時はもうこれ意味がわかんなくて、なんでここにウィッチとか風の塊入るんだろう意味が分からんなってたんですよ。中学校の時は行けましたこれで。あ、先行詞っていうのが人じゃないから、だからウィッチだ。 で書き問題の時は「ザッド」は「ウィッチ」でも「フー」でもどっちの代わりにもなるからとりあえず書くときは「ザッド」で書いちゃおうみたいなね考えなくていいからとかっていうのでそれで何とかなりましたけど高校レベルでそうはいかないのでちゃんとやっておきますよ。はい「ウィッチ」ね「アイクライム」「登った」っていうふうに書いてあって「えー、大丈夫ですね」Last year「ラストヒア」「れ o じゃないですすねそそうう覚えててますかそう時の福祉ってやつですね。 こうなるやつですね時の福祉ということはですよ「クライム」「登る」の目的語がそう欠けてますねはい「王内」ですね「あ王内さん来たの?」って思うんですね、覚えてません、ね、これは王内ように見えるんだけど実はそうこの「ウィッチ」自体が「王」なんですねさよなら王内さん <laughs> 実際はあるんですよ、ね、そういうことね。だから 実際はあるんだけれども、後ろないからね。後ろかけてない時のこの王はこっち前に出てきてるからウィッチになって、ね、で先行詞を指してるわけでだからマウンテンを指してるわけですねだから私が去年登った山っていうのは富士山ですっていうふうになるわけですよ。 うん、もちろん読んでいくときはねこうやって「あ山私が登った去年、うん、富士」っていう風にねそうやって理解していかなきゃいけないんですけどこういう仕組みになってます。でここ「王」になってますね「王」ってことは何画ですか目的ででですすねねこ、はい、これで謎が解けけるわけですよ、ね、はそういういとだったのかそう目的格っていうのはそう覚えてますこうやって習ったでしょ省略 かですよって習うんですよこれ中学校の時、ね、そういいですか関係代名詞の目的格は省略ができるんだよって中学校でも習うんですよでも目的格がなんだか分かってないから生徒たちはポカーンってなるわけですね無駄に関係代名詞の目的格は省略できるっていうふうにはーって覚えて終わっちゃうんですそういうことでです目的語の役割をしてているる関係代名詞は省略できるってことですだからこいつは省略しちゃってもいいんですよ ね、だからだま t a I climbed last year was Mount Fuji でそれで構わないわけなんですね。はい、知ってましたこれは便利ですよ。知っておくだけでラッキーです。<laughs> はい、次いきますね。Uh, cancer girl? なんとか ?Name was Susan。出てきた、ほら、Susan <laughs>、ね。は、どうでしょう ?which?who?what?whose?、ね、で、ここで、えんあっ,ってなっちゃうかもしれないですけど、そうなんですね。ここちゃんと気づいたかどうかで。そう、答えは で,す、ね、でこれも中学校で習ってて知ってるよそんな少女がいて少女の名前でしょはいはいそんなの知ってるよって持ってるかもしれないですけどきちんとやっておきますよまずはい「ケンサー・ケンサー・ゴロー」ね「ケ、はい、ン g i r ロ g i ロ l 見たよ」でどんな「i ロ l なんですかっていうふうに出てくるわけですがで名前が「スーザン」ですって書いてあってそうですねこの「フーズ」の役割どうなってるか分かります、はいね、よまず、まあ、先行者はそうですねこ グローが先行詞になっててこのフーズっていうのがそう,何書くかっていうのが重要なんですよこれねだから完全不完全関係代名詞の後ろは不完全っていうふうに覚えちゃってる人はですねえっ、ー、S もあるし C もあるじゃん欠けてないじゃんピヨ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 ってなっちゃうんですよそうじゃなくてフーズが何書くかを知っておいてくださいフーズ何書くですかそう所有書くですね所有書くってどういうのか知ってますか そそそうそうそうこれね、his とか h r とか your とか our とか my とかね、ああいうやつです。そうだからここは、彼女の名前は Susan ですって言うですね。ただ、h e r name wasSusan だとですね、文と文をつ、ね、なぐ力がないんですよそう。関係代名詞さんはある名詞にくっついてですね文を構成することができるので、その力がないので、h r じゃだめなんですね。だから、who's っていうのに変えてやってやれば OK なんですよ。 でこいつただそれでまあなるほどっつって理解できたよよし OK じゃあダメですそれでは、ね、えどうしてですか空欄になった時に解けない人が多いからそれだけで覚えとくとですか所有格の役割をしているやつはって,ってね所有格のやつが入るかどうか判断できないんですけどって人がいっぱいいるのじゃあどうやってやるかこう空欄になった時にまず後ろに名詞がいるっていうのをヒントになりますん後ろに名詞がいるえそしてここに監視の位置 に当たるものだったらフーズを入れれば、OK、です,です、ね、だいつも教える時は「ザが置けるところが空欄になってたら「ええフーズ」を選べっていうんです、ね、あもちろん関係詞の中ですよ。関係代名詞とか関係副詞を選ばなきゃいけない中で「あっ関詞ねえぞ」っていうふうになったら関詞の位置に置けるつまり「ザの位置に置ける、ね、キャラだったら「フーズ」を選べって言ってますえ。だってありえないじゃんこのネームってわかりますか そうネーム名前ですけど、どういう名詞ですかそう、加算名詞、数えられる名詞ですね。こもういずれ、もうちょっと詳しくやりますけど、数えられる名詞なのに、あも、エスもついてないなんてありえないわけですよ。あ、ネームとかなってないですね。だから、漢詞の部分ないんですよ。だから、なんでないのそれは、フーズはその漢詞の位置にいるからですね。漢詞のところにいる。ね。はー、ネームとかだったら、ほら、漢詞の位置でしょ、あれ。あ、ネーム、だ、ネーム、はー、ネーム、同じ位置ですね。 だからフーズも同じ位置にいるんですフーズーでいと、はい、これが関係代めしとまず「角」ってやつですねこの「主角」になるっていうのはそういうことなんだ主語の位置にいるやつのことなんだあ目的角っていうのは目的語の位置にいるやつなんだ目的語の位置にいるやつは省略できるんだ。 あ、なんで省略できるかって言うと、もう後ろに新たな sv が来るからま i なんて四角だしね。新たな sv が来るからもうここで切れます。よっていう風うにわかるからですね。ここで区切り組んだよ。っていう風にわかるからだから省略されるんですよ。 で監視の位置に来るる所有格があるんだっていうにから先行詞だけに頼る生活からはですねおさらばしてください先行詞が人だから先行詞が人以外だからとかっていうのに頼るだけではいけませんまずはこのあっ主格あ目的格所有格っていうのがあるんだなっていうのを理解してください。 言っときますがこれはまだ修学レベルですしかし多くの人がこれを全く無視して勉強してくるから全然関係師についていけないんですよわかりましたねそう自分には関係ないしと思わないでくださいね関係あるんです,ですねはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれは始まりました基礎英文法講座ですねいや毎回毎回ですねこのオープニングボケない時あるんですかとかですねオープニング必ずボケてくださいとか無理ですよその何も考えてないですからね。ね さっきスタッフはこれね、関係代名詞で代名お願いしますって言ってたよね。こうやって書いてありましたよね。関係代名詞。ね、何じゃその言葉 <laughs> はい。はい、前回の続きですね。はい、John is from a country. なんとか Official language is Spanish.、ね、さあ、どれでしょう ?Which who?What who? What, who、ね、さて、ちょこっとレベルが上がったんですよ。前回とは違うっていうのが分かりましたかね。はい、で、まず最初に。 あこいつ知ってるぞと SV2 ついるぞと、ね、SV 増やすためにはそう接続詞や関係詞を置いてやらなきゃいけないこれ大事ですかね A 作もこれ無視する人いっぱいいるからで関係詞が見事に並んでますね関係代名詞が並んでいるんですがさあどういつを選びますか Official language っていうのがあるので で俺、うん、SVC 揃っちゃってるの関係代名詞の後ろって欠けてなきゃいけないんじゃなかった。そうですね。そうやって覚えてますね。そうもう一個のキャラいたでしょ。そうそうそう。フーズだったらオッケーでしたね。覚えてます？そうフーズだったらどこの位置に入るか覚えてます？そう監視の位置に入るんだよって言いましたね。そうザとかが入るような位置が空いてるやつだって言いましたね。ただしザ置いてもね文2つ並べることなんかできないですからねこのだからフーズっていうのが 前の名詞との関係をこうやって示してるわけですね、ジョンっていうのはこういう国の出身だよはい、どういう国って言ったらその国のなんだとしてもいつの意味ですねこれねあこれ大丈夫ですねアポストロフィーつけないでね所有格の位置ってこうですからねネイティブも結構間違うこれでそのオフィシャルランゴイチですね公用語っていうのがスペイン語なん っていう風になってるわけなんですよこれでいいんですよその国のオフィシャルランゴイチがスパニッシュですで知ってる人ははいはいはい知ってますよほうってなるんですけどこれね選べない人がめちゃくちゃたくさんいるんですよこれウィッチ選んじゃう人がすっごいいっぱいですけどなんでだか知ってますそうこの先行詞ってやつね覚えてますね先行詞っていうのがほら先行してる感じするでしょめっちゃ走ってる感あるでしょう先行してる人がですねえ、先行詞が人 の時しかフーズは置けないと思っている人がめちゃくちゃ多いんですよ。違いますからね。フーズっていうのは別に先行詞は人じゃなくても大丈夫です。人以外のものでも構いません。これを知らないからフーズ選べないという人がめっちゃ多い。日本にも多いけど中国にめちゃ多い。なぜか。わからん。結構英語ができる人でも中国はこれ間違えるんですよね。John is from a country whose official language is Spanish. なす、ね、はい、こういう形でね。で、これが The. オフィシャルラングウィッチとか、ほら、イッツオフィシャルラングウィッチの位置になってますね。という形で、フズは人以外のものでも使えるんだっていうのを知ってください。はい、それでは次に行きましょう。There are many students in my class, なんとか、want to study Spanish. ね。Which, who, who, whose? あ、どれですかはい。できましたかね。いや、いい問題 まず、there is c 文ですね。there are ですね。で、many students 多くの students がいるよ。で、in my class 私のクラスには、で、want to study Spanish っていうふうに書いてありますね。まあちょっと合体させちゃいますね。want to 不定詞の塊ですけど、want to で一個の動詞としちゃいますね。want to do, want to study Spanish 動詞を増やすためにはそう接続詞や関係詞がなきゃいけないよ。で、今回、そう関係詞さんがいらっしゃいますから、増やす。 で分かりますねこれ引っかかっちゃう人いるんですよ直前にクラスがいるクラスは人じゃない人じゃないからウィッチですねはぁみたいですねいるんですよこれ本当にだ中学校だとね前にある名詞が人か人じゃないかで判断するっていう風にもうそれがロボットのようにですね定着しちゃってる人たちがいっぱいいるせいでこういうの出てきちゃうとですねすぐに引っかかっちゃういや見て Want Spanish to study Spanish? ですよ、ね、スパニッシュを勉強するんですからそう主語になってますね,そうそうですね。スパニッシュ勉強するのはそう人だっていうの分かるでしょ。ね、だから、Who が正解ですよ。これね。で、いやいや、ちょっと待ってください。別にいいじゃないですか。マイクラスがー wants to study Spanish でもいいじゃないですか。そうですね。別に構わないですね。いや、でも今回、この塊は クラスじゃなくてステューデンツにかかるっていう証拠がちゃんとあるんですよ見えますその証拠にあなたは気づいていたかどうかってことなんですよで別にクラスがスタディする可能性だってありますよ全然ね。そんなのはありえるけどでもこのクラスにはかかってないっていう証拠がちゃんとあるんですよ、ね、まあ、いくつかあるんだけどすごい大きな理由としてはここがこいつね WANT って書いてありますね WANT じゃないですね S ついてないですね 三人称単数の s がついいてないですねもしこいつマイクラスにかかってるんだったらにななってるはずなんですよだからこいつは複数の役割をしてるやつじゃないといけないんですよこの主語はねそうだから主語が複数になるってことはそういうことですだから「MyClass」を飛び越えてこの「Students」にかかってるわけですよそうだから先行詞は「Students」なんですよ「Students」は人ですね だからフじゃないといけないわけです、はいいいとけけわはこれ結構重要なこと言ってますので,ですね気をつけてください。えー、なんでですか何で直後にいないんすかこのステューデンツのところに置き合いい,いじゃないですか。そしたら尻尾長々にならないでしょう。どう長々になっちゃうけど目にステューデンツ・ウォー・ワント・スタディ・スパニッシイン・マイ・クラスだったらこうなんか私のクラスでスペイン語勉強したい。 っってなっちゃうでんか別の人のスペイン語のクラスあるけど、うん、私が人気者みたいなですね昔の予備校じゃないんだからさ、ね、そうじゃないですねそうだこれは長いものを英語は後ろに置くわけです長いものを後ろに置かないと意味がややこしくなっちゃうからです今クラスっていうのがここの中にあるのかこっちのことなのか分かんなくなっちゃうからですだからこの形じゃなきゃいけないんです there are many students in my class who want to study Spanish、ね、でこういうふうに離れて出てくるやつのことですね要素の分離って って言いますでこれ要素の分離っていうのはですね非常に入手問題に問われやすいので必ず押さえておいてくださいこれが分かっていれば解ける問題いっぱいあるし国立大学では和訳にもよく出てくるよねまたは私立でも通ってるところはいっぱいあります。なんでこの要素が離れているっていうキャラクターそこで関係しって関わってくることも結構あるのでまずこれを知っておきましょうね。えそしてもう一個 やっぱり関係代名詞の後ろは完全不完全っていうのに目がくらんでですね大事なことを忘れちゃう人がすごく多いんですよだからこれは選ぶだけだったら全然問題ないですねこれね主語がないだからあ関係代名詞入るんだっていうのでそれはいいんだけどそうしちゃうとまるでここに何もないかのように見ちゃう人がすごく多いんですよでもこいつにはちゃんと役割があってこいつは主語になってるわけですねで主語になってるってことですよちゃんと 先行詞がいるわけですねで、関係代名詞ってなめてゃいます,そうす代名詞なんですよこいつ代名詞ってことは何かの代わりになってるわけですねそう、こいつは先行詞の代わりになってるんだっていうのを忘れないでくださいね。だから代わりになってるってことはここステュデンツなわけで,でこいつ複数なわけでしょそう、わかりますね複数だからステュデンツワントなわけでワンツにはならないわけですね 逆にこいつが指してる相手が三人称単数だったらこうワンつって S が必要になってくるわけですねここが問われちゃったりするわけですライティングでこれを間違えちゃう、ねまあ、こういうの手術の位置っていうんですけど主語述語の位置ってやつですねでね「people want to なんとかかん」とかとか「the person wants to なんとかかん」とかってこれぐらいの手術の位置だったら間違えないでしょねあ,あ、people want とはい間違えません 間違えいな,い、ね、いないんだけど関係詞が関わった途端にですね忘れちゃうっていう人が出てきちゃうんですよ。The person who wants to っていうふうにやらなきゃいけないのに The person who w a n t to って書いてゃ人いっぱいいますね。 1>, 1個単語を挟んだだけでももうすっかり忘れちゃうって人いっぱいいるんですよ。だから気をつけてください。手術の一致っていうのはこれ狙われるんですよ。すごいまあ、後々ね、もっと詳しくやっていきますが、ここは狙われるポイントなんで確実に押さえてください。<noise> えー、次ですね。出ましたよ。There are many students in the class whom I do not know っていうさあ、登場です。まあ、ある意味今日の英単語としてもいいぐらい。 フームさんがいいらっしゃいましゃまたいやフームさん誰あなたっていうねそういう感じですね最近の中学校の教材というか自分もそうですねフーム出てなかったもん学校の教科書に使わないからです、はい、アメリカの、ね、僕の好きな、ね「TheOffice」っていうねもともとイギリスのやつだったんですけどそれがアメリカバージョンになったねそのコメディドラマがあるんですけどそこでも出てくるんですよフームがね。 フームっっててどうやって使うや使のみたいです、ね、そのネイティブたちが揉めるシーンが出てくるんですよね。こうじゃないフームって。えその場合はフーじゃないとかって言ってるシーンがあるんですけど、えー、フームっていうのはですね、目的格になるやつですね。目的格なんですよ。ほら、ヒムとかさ、ゼムとかあるじゃん、ねほら。こいつらと同じですよ、ね。目的格がついてるんですよ。ね、で、多くのステューデンツいるよっ同じですね。エンダクラスです。あさっきマイクラスだったのに、こっちインダクラスになってる。<laughs> はい で、ふうも、あららい,人いるのよりも、あいつよりも、あいつよりらあいついりも、あいつよりも、あいねよりも、それね、やばい同じクラスいけど全然知らなよ、まあねはいねはい、りも、あいつよ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 ってあいつよりいつよりも、あいつも、あいつより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 も、あいいつよりも、あいつも、あいつも、あいつよよってわけですね。こいつが目的格です。ただ さっきも言ったように「フーム」って目的格なんですけどほほぼほぼ使わないです全然見かけないのでだからもう自分の時もそうでしたけどもうこいつは「フー」でいいっすよってなってるところが多いですね「フーアイディナ t でこっちで言っていいですよ目的格も「フー」使えますよみたいになってるところが多いです。で「フーム」しかダメな場合っていうのもありますのでそれは後々出てきます。けど普通は フーで出てくんだなって思ってくださいね。喋る時っていうのは前の授業でやりましたねそう目的格の関係代名詞はそう省略されるって言ったねそれが可能なんだよって言いました特に喋ってる時は省略しちゃう方が普通なのでだから出てこないんですよつまりフームに出会うことがほぼほぼないんですね多くの人は堅苦しい文を読んでない限り出会わないのでフームにはだからネイティブでもフームって 単フームってどうやって使うのってなっちゃうわけです。だからそれぐらい出会うのがレアなんですよ。もちろんその読んでて出会っても彼らはただ気づいてないだけですから普通に読めるんですけど私たちは何かしらんけど習うと中学校で塾行けば習うんですよ。めちゃくちゃこの硬い表現。中学校の範囲では全然いらないものなんですね。だから There are many students in the class who I don't know ですね。交互にするので I don't にします。 ね「who I don't know」とか「まあ、who」を入れないで「there are many students in the class I don't know」っていうふうな言い方ですね。でだからそういうふうにやってやるんだけどまあ今回はね「who」を入れてやった方がまあ一応クラスじゃなくて「students」にかかってるよっていうのが分かりやすいよね。省略しちゃったら「don't know」がクラスにかかってるかもしれないしね。私の知らないクラス。それもすごいな知らないクラスがあるのか。 ね、そこに多くのシチュエーショントがいたああ。存在してるの知らなかったけど、まあそうあんまないね。はいで目的額っていうのはその省略できるけど、省略してやらない方がはっきりする場合も、実は存在することは存在するんだっていうことで、でその他ね省略できない目的額っていうのも今後紹介しますので、そう関係代名詞はね。かなり大変なんですよ、ね、長い道のりになりますが、お付き合いいただければと思います。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 Hello t h 始まりました。基礎英文法講座。さあ、今回は関係代名詞のいよいよ3回目になりますね。はい、これですね。クッに入るのは何でしょう ?I like about Ken as his voice. で、which, what, who, w h o s、ね、さあ、どれだかわかりますか見ていきたいと思うんですが、どうですかこれできましたかそうなんですよ。結構この辺からね、えあれってなっちゃう人がね、増えちゃうとこなんですよね。 まず見たいんですけど、そう、これ動詞がいくつありますか、この文。そう,そうそうそう。2個ありますよね。like。ね。でまあ、これ、i は主語にしか絶対ならないんで、こうなってるわけなんですが、これをですね、そう、塊で、ね、ちゃんと見ることができたかっていうのがポイントなんですよね。うん、まあ、これ、about ken なんで。 おそう、こいつのね、塊を作ることができるキャラを見つけられたかっていうのがポイントなんですよ。そう、塊でね、名詞になるキャラって1個しかいないんですよ、これ。知ってます答えは、What だけなんですよ。こうです。What I like about Ken is his voice.、ね、私が Ken についてですね、好きなとこっていうのは、his voice、ね。声ですって言って、これ、塊全体で主語になってます。塊全体、主語、主語ってことは、 名詞ですね。そう、だ塊全体で名詞になってる。そして塊の中でもね、ちゃんとこれ関係代名詞ですから、関係代名詞、名詞ですから、役割をしてるんですよ。さあ、どうな役割しますこいつは。ますそう、like 他動詞でしょ他動詞の後ろ、こう、なってます?。そう、目的語ないですね。ここね、all ないさんですよ。ね、a がないよっていうふうに、なんでないのっつったら。こいつだから。 ということで、w a t っていうのはですね、塊の中でも名詞。塊全体でも名詞の役割をします。こいつが関係代名詞の w a t この能力をですね、持ってるキャラクターっていうのはですね、すごく貴重というか、すごく少ないんですよ。だって今まで習ってきたの覚えてますか ?Witch とか Foom はあんまり出てこないんですけど、Witch、w h o Foos とかってやりましたけど、こいつら塊全体で、 そう、形容詞でしたね。前の名詞を就職するっていうやつらでした。塊の中では、そう、名詞として働いてましたね。ね主語になったりする、主格、ね、目的語になったりする、目的格っていう役割があったよ。フームさんは、そう、むってついてから、こいつは目的格にしかならないんだってやったんですね。で、フーズさんは、 そう所有格の役割をするやつだって言いましたねそう。塊の中ではそういうふうに名詞の主格や目的格や所有格の役割を持ってた。でも塊全体では形容詞として先行詞を就職してるってやりましたね。そうなんです。この塊全体と塊の中っていうのが分かるかどうかがポイントなんですよ。ここでですね気づきますね。 もう一個。そうか。塊全体で今まで習ってきた奴らは形容詞だったんだけど、塊全体で名詞になってるってことは、ある大きな違いがいますよね。そうそう、そういうことです。今までのキャラクターはですね、略語使わせてください。people です、これですね。people who are なんとかかんとかっていう風に出てくるように、そう。塊が就職してる相手のことを先行詞って言いません、ね、そうそうそう。先行詞っていうのがある。でも、 こいつ、見てください。これ、ワットの前に。いないですね。そう。だからワットの場合はね、先行詞がいないんですよ。で、これ結構、だから学校とかでもさ、参考書とかでも、先行詞を含むって習っちゃうんですよね。まあ別にいいんですよ、それでも。ワットは先行詞を含むんだっていうから、意味がわかんないわけですよ。そうするとなんかもう、ぐわみたいですね。こう、ぐわって前の先行詞をこうぐわって取り込んで、吸収して、うわーんみたいですね。まあブーみたいにね、なるように思っちゃう人が多いんですけど、いないんだと思っときゃいいです。 先行詞いないなもうこいつは塊でもう名詞なんですよと先行詞はいらないんだと思えばいいんですよそれで OK ですで塊の中でも名詞塊全体でも名詞になるこれ何回もね授業とかで言うんですよ、ね、塊の中でも名詞塊全体でも名詞、ね、このパターンが来たらもうワットを選べばそれでバッチリだっていう問題いっぱいありますからそれをちゃんとね知っておいてください でですね、えー、まあ関係代名詞っていうのはですね、非常に思い出深いものなんですよ。え、なんでそうなのって思うかもしれないですけど、私がですね、まあ、高校生に集団授業ですね。で、英語を教えて、初めての夏期講習っていうのがこの関係代名詞だったからですね。だからすごく思い出深いわけです。普通大学生ってなかなかないんですよ。高校生の集団授業って教えられるところすごく少ないんですね。でもまあ、私はですね、まあ、いろんなオーディションがあったんですけど、いろんな先生の授業を見ながらですね。 オーディションする人たち同士みんな見れるみたいな感じで、そこでいろんなプロの先生ですね、いろんな予備校で教えてる人たちと同じとこでこうオーディションを受けて、まあ当然勝ち上がったんですけど、まあ、当たり前ですけど、で、大学生一人で勝ったわけですけど、まあそこで初めてですね、教えたのこの関係代名詞ですごい、<laughs> もっと違う話も思い出しちゃった。これまた話すと思います、今度。で、その土曜のクラス、いつもね、一番後ろに座っている女の子がいたんですよ。ちょっと悪っぽい感じなんだけど、 実は結構お嬢様学校行ってる子で,で、なんかひねくれたお嬢様みたいな感じだったんですけど、ギャルっぽい見た目なんだけど、まあ髪の毛とか絶対染められないし。で、土曜だから時々、なんか土曜学校がない時はすごいケバケバな格好で来るみたいな感じだったんですけど、その人ちょっとひねくれてやっぱ勉強やる気ないんですよ。ね、あんまりやる気がなくて、へ、え、ぇ、ー、はぁ、みたいな感じのやつで、そこの塾ね、当てなきゃいけなかったし、もう必ず。だ結構大変だったんですけど、ある日ですね、心をすごい入れ替えたんですよ。で、そのクラスには、 すごいまあ芸能人とかがねよく通ってる学校に行ってるイケメンのね男がいたんですよでそいつがですね友達を連れてきたんですよ夏休みこいつの中学時代のねそう友達だったんだよねあ高1の授業だったんですけどやってきたのが何ていうですね焼けた小栗旬みたいな感じ 日焼,けした日焼けしたお焼りしゅんみたいな感じでまあイケメンなわけですよ、ね、2人いて2人ともイケメンみたいな感じでそしたらですねすごくさっき言った女の子のですね態度が変わったんですよすごい真面目に受けるようになったで「えどうしたんだなんでそんなになったんだ」って言ったらもう、まあ、イケメンすぎてもう授業集中するしかないみたいな。<laughs> もうちゃんと勉強するしかないって思ったんです。これ当てられるわけでしょ当てられて、だから間違えるとか、そんな恥ずかしいから、ちゃんとやるって言って、そう改心したんですよ。まあこれ確かに、慶応で教育学も習ってたんで、教育学の先生が人が勉強する理由なんて何でもいいんだと。ね。クラスにいる、で、この誰々ちゃんに、にね、一目置かれたいとか、そういう理由で、 人っていうのは勉強するようになるんだ。子供っていうのは何そんなことやってとかって大人は思いがちだけど子供は子供ですべて世界が成立してるんだ。理由がちゃんとある。そうだから子供のモチベーションっていうのもその人それぞれできちんと彼らの中で成立してるんだよって言ってあそういうことかこういうことなんだなって思ったわけなんですね。はい。あら、あいい話ですね。え、これをイケメンを連れてきた側のイケメンの方が気になるってこいつですか こいつもだってイケメンだっね。そうイケメンだよね将来 AV ダイヤモンみたいっつってたなそういえばなったのかなえそんな,なんって思うかもしれないですね当時ですね CM とかに出てた純粋なですねもう本当に純真なアイドルと付き合ってましたよさあ世の中そういうもんださあ, <laughs> さあいきますねご一緒に入るのはどうでしょうジャ n a t different from なんとか He Words はい、which, what, whom, whose。どれが入りますか、ね、はい、見ていきますね。当然、ここには、い、John i s different.John, はい、で、he words.SV がありますね。SV が2つあるってことは、接続詞や関係詞が必要ですなりますね。じゃあ、ここに入るのさ、どれですか関係詞がまた並んでますね。もうね、さすがに who's はいいでしょ。もう、who's は後ろに名詞来ないとダメですから、who's 何々ってね。 ね、監視の位置。非ってほら、代名詞ですよ。代名詞に監視なんか置けないでしょ。ザ、フーとかってね。ザ、非なんかかっこいい。大丈夫でぜウィッチとかフームとか。知ってるよ。俺はもう先を越して勉強して、全知す関係代名詞やってんだぜ。ふかかかかっかってね。ダメですよ、それね。知ってよ。塊で前の名詞を修飾すんだろ。全知す関係代名詞。ふわないですよ、前に名詞が。でフォル何してすかそう形容詞ですね。ないから無理です。はい。答えは <laughs> ワットになるんですね。 わーっと思ってるかもしれないですけど、はい、見てみましょうね。だって、わっと入れるやどうなりますわっとは、塊の中で名詞。塊全体で、そう、名詞でしたね。覚えてますね。キーワードの後ろ、はい、これがないですね。そう。あオ内ナイさんですか違いますね。C 内ナイさんですね、これね。新キャラ。はい。保護がないですね。保護がない。だから、わっとが保護の役割をしているわけなんですよ。だ塊の中で、 名詞の役割。そして、塊全体で名詞になるんですよね。はい、今回はどういう働きをしますそう、so, from っていうのは、はい、何詞ですか全知、so, 詞。で、こっちが名詞ですね。ほら、全知詞足す名詞。ほら、わかりましたね。塊の中でも名詞だし、塊全体でも。で、全、ま、知、あ、詞の目的語ってやつですね。名詞の役割をしてるんだっていうふうに、ね、はい、ジョンは変わったと、ね。かつての彼とは全然違う、別人だよ。ね、え、もうさっきの 男のことが気になってしょうがないと思うアイドルもそれどうしてそんなアイドルと付き合えたんですかそんなまあまあイケメンだったっていうのもあるけどうん、なんかね下ネタで息と応募したっつってた <noise> はいいきますね j o n e s d i f f e r e from Walky w o r l d ね、はいまあ、このパターン結構出てくるんで調べたらね結構出題されるでかつてと違ったみたいなのはだから知っておくといいですよでこれははい What I Like About Candace s Voice はい塊全体で名詞ですねはい 塊全体で何になってます？そうそうそう主語になってますね。やりましたねこれね。はい。で次が I don't know what can likes。これだとそうそうそう I don't know の、no, の、no、の目的語。まあこれ疑問詞ですって教える人もいますけど、まあ気にしなくていいです。あのそこのね勤めてた塾で疑問詞と関係代名詞の what の違いを永遠模擬授業でね喋り続けたやつ <laughs> ねいましたけど。 塊全体で目的語、名詞になってますよね。で、塊の中でも、like の目的語になってますよね。はい、ここにもちろん、これ、王内さんで解いてもいいですよ。王がないから関係代名詞。ね、塊全体で名詞。塊の中でも名詞になるのは、what しかいない。ね、はい、ケンが好きなものわかんねえ。はい、John is different from what he was、ねね。前置詞の目的語になってますね。はい、こういうふうに主語や目的語、そして最後にあるのが、そう、保護ですよね。 Uh, the world isn't what it was. <laughs>、ねはい、世界っていうのはもう昔と変わっちまったぜみたいなね。だからね、一度がさすのは、そうそうそう、The world is.The world was ですから、はい。昔のワールドと、で、ここにはシーナさんがいますから、ここはですね。はい。ね、なんで、このワールドが昔のワールドではないですね。昔だったワールドではないだから、 ね、今の世界っていうのは昔とは違うみたいな。これ和訳とかでも出題されるんで、この公文ですね。見たら、あ、結構国立大学出題するんだなってことが分かったんで、これ入れました。こういう公文、うん。出やすいんですね。そうだから、ワットはね、狙われやすいので。 気をつけてねそして、英作文でやっても、まあ、間違える人がすごく多いですね。だから、このルールちゃんと忘れないでくださいね。この塊の中でも名詞だし、塊全体でも名詞であるっていうね。このルール知っておくと、スッと解ける問題っていうのは意外といっぱいあるので、ぜひですね、この知識を使って問題解いたり、英作にチャレンジしてみてください。はい、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは始まりましたやってきましたよこの基礎英文法講座も関係代名詞とまるまるもりもりでおなじみ福君あれ福祉じゃないかあのお家合の息子だっけはいではいきますね関係代名詞と関係福祉ここはね本当にややこしいって人いっぱいいるのでやっつけましょうねさあいきます Japan where's the country I visited two years ago で選択肢が which where who what、ね、はいできましたか うわ、はいね、来たよ、ほら、Where、関係福祉やってきたよ、ね。で、これで全然お勉強してない人はですね、うわ、カントリー、知ってる、場所やってきたよ、場所が来たら、もう、Where だぜ、イエーイ、ィーウィー,ウィー,ウィー,ウィーみたいな言ってです、ね、はい、<laughs> <し> <laughs> <laughs> そんなね、チャラチャラやってんじゃねい <laughs> みたいなね、そんなんじゃだめです、答えは一番のウィッチになるんですね。えー なんでみたいな。もう w a t は大丈夫ですね。w a t は塊全体で名詞になりますから、いきなりこんなところに名詞ボーンと置いちゃダメですからね。そうここ、今回、塊全体ですね。ここ前の名詞を就職するキャラクターになりますので、ダメです。これ、人じゃないですもんね。ねだから、ね、風も絶対ありえない。はい、じゃあ、なんで、ウィッチだけなのかっていうのを詳しく言いますね。はい、Japan was a country which I visited two years ago なんですが、はい、見ますよ。この塊が。 でいつも通り集合動詞ですね。ジャパンモリスで c 日本は国だった。今も国ですけどね。でどういう国なのって言ったら I visit ですね。I visit で、ね、す I、はい、visit は自動詞多動詞どですか？そう多動詞。多動詞の後ろには目的語が必要であおないさん発動だっていう風うにわかるわけですね。 え、2 years ago ってあるじゃない。そう、これもやりましたね。だから何度も何度も言い続けてきてるのはそういうことです。こいつ、時間を表す福祉ですから、何々あごって福祉ですから、ね、いいですね。福祉副詞 <laughs>。福くん君は福祉なのわからないけど、はい、ね、大内さんです。で、大内さん発動して、はい、なんで目的語ないのそう、ここにいるからなんです。ここには名詞が来ないといけないんですよ。そうですね。いるんですよ。だから、関係福祉は 副詞なんですよそう関係代名詞って塊の中で名詞になんなきゃいけないです。関係副詞って塊の中で副詞になんなきゃいけないです。O になれないんですよだからウェアはダメなんですこういう理由なんですよだから多くの人がですね知ってる関係代名詞の後ろは不完全 S ないとか O ないが来るで関係副詞の後ろは完全で S ないとか O ないとかがないって覚えるんですそれでやっつけられますよ確かにね 入試問題は倒せるものまあ上のレベルになると倒せないんだけど倒せるからいいんだけどなんでそうなるかっていうのをちゃんと言っときますかねそうですこういうふうに名詞になれるねだから関係代名詞なんですよ。 ではい塊全体で名称を就職するからそう形容詞やめしない、ね、塊全体で形容詞、ね、だからややこしいのこの塊全体で形容詞なのに関係代名詞関係副詞何品のあなたみたいに思ってる人がいっぱいいるだからこの塊の中では塊全体ではっていうこの感覚をつかんでくださいだから順動詞のところで何度もねこういうのが重要だって言ったのはねそういう理由ですこの感覚がつかめないと先進めないんですよ私私がが年前にね、はい、日本っていうのは国ですよ私が 見に行ったですね、ビジットね。はい、見に行ったここだよ、2年前にっていう風になってるわけですね。じゃあこれだったら、Japan was a country, なんとか、I went two years ago. Which, where, who, what? はい、そうですね。はい、できましたね。そう、今度は変わりましたね、勝手が。さっき、visited だったところが、I went に変わりました。で、two years ago が、そうね。 福祉でしたね。5は自動車同士どっちですか？そう、自動詞ですね。自動詞ってことは後ろに欠けてるところはないですね。大内さんは発動しませんね。そうだから、ここにはウェアを置くことができるんですよ。ウェアは塊の中で副詞として働いているんですよ。だから関係副詞って言うんですね。この謎のね。 こういうい形にななるわけなんですねこれが関係代名詞と関係副詞の違いで裏技的に以下関係代名詞の後ろっていうのは不完全な文で関係副詞の後ろは完全な文だって教えるの別にそれでいいわけですそれでわかるじゃんね確かに答え出せるもんね「I went」「あ欠けてるところがない」だから関係副詞選ばなきゃ、ね、それに対して「I visited」って書いてあったら「あ、後ろ目的がないから関係代名詞選ばなきゃ」ってなるわけですねそういうことですで答えは Where だけですね。はい、Japan was the country where I went ね。私が行った国だよん。ちょっと two years ご長いんで消しちゃいましたけど、そう、日本というのは私が行った国だよで、ここからはいレベルを上げますね。じゃあこいつ which に変えてやったら、まあ v i s i 以外どうやってやることになります？ここを which に変えてやります。さあどうします？はい。こういうふうに言いますね。Japan was the country which I went to っていうふうにするんだったら、オッケーですね。 はい、to っていうのが、そうそうそう前置詞ですよね。で、前置詞の目的語が欠けてるよ、大内さん発動だってなるわけですね。大内さん、なんでないの、どこなの、ここにいるんですよ。ほら、こういう感じになってるわけですね。to which な形になってるわけですね。で、関係代名詞っていうのは必ず差し置いて、その先行詞っていうのを指してますから。 The country っていうねこの関係が成り立ってますから「I went to the country」っていうその関係性が成り立っているわけです。で、はい、目的格の関係代名詞はどういうこれ前置詞の目的語ですから目的格の関係代名詞はそう省略可能って習いましたよねそうだからこいつ前置詞の目的語だから省略化です。でまあ一応関係副詞は省略は基本はなしなしの方向でお願いしますね。 あの例がいっぱい持ってこないでくださいね。なしの方向でお願いします。ただですね。このこっちの下のやつですね。結構ですね。嫌がる人もいるんですよね。 なんでかって前置詞っていうのは名詞の前に置かれるからプレポジションなわけで名詞の前に置かれてない前置詞なんてダメだ文末に置く前置詞なんて認めないみたいな人がいるんですよそういう人たちがいるとどうなるかっていうとね two を前に出せウィッチは関係代名詞名詞だから名詞の前に置けっていうそうそれが前置詞足す関係代名詞ってやつですみんなね結構この辺バラバラにね勉強する人いるんですけどこういう関係になってるんですからね もともと「I went to」だった「I went to」だったけど前置詞さんはやっぱり名詞の前だよねっていうふうにだからここに移動したんですよでここに前置詞たす関係代名詞の形ができてるっていうわけですはいみんな 同じよような関係性でですすけどめっちゃ硬いですよこの表現誰が言うんじゃんみたいな感じですけど非常に堅苦しい表現ですだから堅苦しい英文には出てくることがありますね。前置したつ関係しで入試問題っていうのは当然ね平たい優しいものだけじゃないですからだから難しいものも出てくるのでだからこいつらに出会うこともあります。でだからよく教えられるのはい,いか関係副詞の後ろは完全文。 かけてるとこないよ関係代名詞の場合は後ろかけるよ前置したす関係代名詞の後ろはかけないよ完全文だよっていうふうに教える先生が多いですね別にいいですよそれではね、あの例外出てきちゃうけどまあ、別にそれで構いませんが実はそういう仕組みなんだなと思ってくださいで、特に総計レベルになったらもう こっちが空欄ですから全知史の方が空欄になるのでこっちでちゃんとあ went が来てるから t ゥーを選ばなきゃいけない、ね、普通だったら「ウェン t ゥ o で「go t ゥー」なんて余裕余裕のよっちゃん言い方ねみたいな感じで,で正解できる人が t ゥーと went が引き離されちゃってるから「でででででー」は「カントリー」だから「in which かなとかっていう風に選んじゃう人いっぱいいるので引き離すことができるので全知視察関係代名詞って元の文を考えなさいっていう風には総計レベルとかには言います 先行詞を入れて、to the country って入れて、I went to the country になるからっていうふうに元の形を考えなさいっていうふうによく教えます。はい、ということです。わか,かりましたね。これちゃんと覚えてください。関係副詞っていうのは塊の中で副詞で、塊全体ではみんな形容詞。はい。だこういう仕組みなんだっていうのを知っておきましょう。もう一文っていうか、これも見ておきますね。似たようなことが言えるのがこれですね。はい。Japan is a country where I live. ですね。はい。私が住んでる。 私が住んでるはい「Where」は関係福祉ですね。塊の中では福祉だって「Live」っていうのは自動詞た同士ですかそう自動詞ですからね後ろに書けてる部分ないですからね往内さんじゃないですよはいだから今度はじゃあ「Where」のところはい「Which」に変えていってみてください「Which」に変えるとそうそうそう「Japan is a country which I live in」ですねちゃんと「in」っていうのが前置詞ですから前置詞のそう後ろが欠けてますね往内さんになってますね ででそいつがこっちですね元の王内さんの王はここにいらっしゃると、えー、そういう形になっている関係代名詞来ている時は欠けている状況にしてやりましょうでそうこんなのダメだ認めない全知詞は必ず名詞の前に置かれるべきドアっていう人がいたらそうですね「Japan is a country in which I live」ていうふうに言ってやればですね「本当は私の住んでる国だ」はいこういった形でやってやればいいとはい全知詞足す 関係代名詞っていう形ができましたねそう元の形を考えてみなてさいそうするとこの先行詞「TheCountry」がこいつだから「In theCountry」ですね「I live in theCountry」ってことですからねその形元の形をきちんと思い起こしてみるときちんと全知詞を選ぶ問題が出てきても簡単に解くことができますから、えー、ちゃんとね知っておいてください最後にねコメント欄にもちょっと出てたのがあったんでちょっと触れておきますね、live、っていうんですけど Live っていうのは進行形にできないんだよっていうのが、コメントにちょっとあったりしたんですけど、そうとは限らないですね。Live っていうのも、進行形で使うことは結構あります。I'm living in Japan っていうふうに言えますね。じゃあ、違いは何だかわかりますか進行形っていうのはどういうものだって言ったそう、してる最中ですよっていうね、一時的なものを表すんです。そう、だこっちは、一時的に日本に住んでる感がありますね。引っ越す感がある。 こっっちはずっと半永永久的永住してるる感じがあるわけですよだから自分が留学してた時もこのサンディエゴとかサンフランシスコとか行った時に「i l i v e n どこどこエリア」っていうのがあるから「i l i v e n l a j o a とかねそのエリアのことを言ったらである時言われた「いや一時的にすまずっとまあもちろん気にしないですよ普通の人はそんなのおいちょっと待ってお前時生おかしいぞっていう言ってこないけどいや一時的に住んでるから「I'm l i v i n i n どこどこ」ね「I'm l i v i n g i n l a j o a って 言「お前だって留学もう決まった期間しかいないんだからそれ終わったら日本帰るんだから」っていう風に言われてあそうなんだ「l i v は状態同士で進行権しない」って習ってたけどあ実際は使うんだって思った結構だから文法にうるさい中途半端に文法を勉強しているネイティブな英語の先生とかは「<laughs> 進行権できないよ」とか言って言ってくるんですけど。 そんなことないですね。実際はかなり使われていますから、留学した時には結構あのねどこどこねどこどこエリアに住んでますよとかっていうので、えー、使うことは多いと思います。自分自身はそうやって習ってきたし、だから自分自身まあ、まあ、間違えてねそうだったんだって思って学んだことです。まあねそう間違えてね学んでいきますから皆さんね。 そうなんです。なんから間違いを恐れずに、ね、どん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 やってみて、そこで、ね。失敗して、試行錯誤しながら、あ、そうだったんだって、できるようになっていけば、いいと思います。はい。ぜひこの動画良かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、では、始まりました。基礎英部法講座ですね。いや、ー前回のね、動画ですみませんでしたね。福くんね、福詞とか言って言っちゃいましたね。まるまるもりもりの、福くんは鈴木福でしたね。はい、本当に。さあ。 ね。何とうのことだか分かんない方はですね、前の動画を見ていただければと思うんですが、さあ、関係代名詞と関係福祉の2回目に行きます。The time might come, なんとか、グローバルウォーメン can be solved。さあ、結構難しいのをやってきましたね。which, when, who, what? ですね。結構ね、これね、<noise> あれってなっちゃう人がいるんですよね。で、まず、前見てみると、こういう時が来るかもね、っていう風に書いてますね。The time might come. で、後ろにグローバル・ウォーメン・キャンビ・ソーブっていうふうに、まあ、受け身になってますよね。こういう形になってます。SV2 つありますから、当然、くっつける、ね。接続詞だったり、関係詞だったりっていうのが必要になるよっていうんだけど、こうなってて、えー、くっつけられんのそう、関係代名詞入れるためにはさ、覚えてますね。そう後ろ、かけてなきゃいけないでしょ主語がなかったりとか、目的語がなかったり。今回どうですか え、総武、多動詞だから目的がないよ。いやいやいや、ほら、受け身になってますね。柔道体になると、王が一つせる。そう、何度も何度もやってきたのには理由があるんです。ですね。だからこれ欠けてるところはありません。どこにも。だから関係代名詞を置けません。えー、そうなんですかそうなんです。だからもう答えは、ウェン終了バーンみたいなね。そういうことだったんですが、そう、こいつですね。関係福祉のウェンっていうふうに言われます。 関係副詞を覚えてますね。塊の中で副詞の役割をしているのが、ね、関係副詞だって言いました。で、ね、前の名詞を修飾しますね先行詞を修飾するんだ先行詞はそう,いうことですね。ええ、カムじゃないんですそう。先行詞はタイムなわけですね。関係副詞の先行詞には時間時を置くことができますね。 あの、関係、福祉の where の場合には場所を置くことができましたね。はい。なんで、え今回は時が来てるんですが、離れてますね。なんで離れてるんですかそう、尻尾長々だからです,ですね。英語っていうのは、なるべく長いものを後ろに置きたいんです。別にいいんですよ。The time when global warming can be solved might come って言ってもいいんですよ。そうすると、ただ頭でっかちになっちゃいますね。そうするとね。だから、こういうふうに後ろに置かれるってことはよくあるんですよ。

今回はそんなに難しくなかったかなジョンが遅れたと。be late for school. ね、これよく使いますから、言っててくださいね。で、知らないよ。理由をね。っていうふうにですね。私、理由知りませんよ。ジョンが遅れた理由。ってきますね。で、which, where, why, how っていうのが来てますね。で、えっと、which 置くためには、欠けているとこがなきゃいけないけど、欠けているところはないですね。 だダメで、where っていうのは場所にかかるけど、reason、理由は場所じゃないからダメですね。で、理由っていうのに書かれる関係副詞は why です。why、なんで、なんでも。で、how はまた別のキャラクターになりますので、how は、まあ、reason なんかにかかることもできないですし、これを関係副詞の how は今度かな、やる。こういうふうに名詞を修飾するとかっていう働きが how にはないんですよ。 関係副詞の Y が Reason にかかっていると。関係副詞は塊の中では副詞ですね。そうそうそう。こういう形になってるわけですね。はい。知らないよ、理由を。何したら、ジョンが学校に遅れた。ね、はい。学校に遅れた理由知らんよっていうふうに言っています。はい。The Reason Y で覚えておけばいいです。もうほとんどこれしかないからね。大丈夫ですね。はい。関係副詞 Where は場所を先行しに取る。関係副詞の When は時を。 ね、先行進取る。そして関係副詞の w h Y は理由を先行進取る。I, I do not know the reason why John was like for school.、ね、喋る場合は Do not とくっつけて Don't ですね。I don't know.I、ね、don't know the reason why John was like for school.、ね、まあこういう、ね、フレーズで覚えていけばね、The reason why なんていうのも覚えられると思います。まあ、省略されちゃうことも多いんだけど、これ見たことあると思いますけど、I don't know why っていうことあるね。I don't know why John was like for school みたいな形で言うことも非常に多いし、逆に w h Y がな,いなくて、 I don't know the reason John was late for school なんていうふうに言われることも実はあります。わ、まあ、かるからなのでね。片っぽあればね、わかるから。両方消しちゃダメですよ。I don't know John was late for school. 意味全く変わっちゃいますからね、はい。片っぽ片っぽ省略されることは結構あるので。はい。では次の問題行きましょう。The reason なんとか John gave me was suspicious ですね。さあ、どれでしょう。はい。which, where, why, how ですね。で、 んうわ、来て来て分かったぞ、俺はリーズン来てるから、もう、Why だろうつってね、はい、Why? つってね、はい、<laughs> Why だろうつってね、はい、さよなら、みたいな、バイバイ、みたいなですね。はい、えー、そういうことですね。当然、そんな単純な問題を私が出すとでも思ったんですかそんな性格のいい人間だと思ったんですかえー、なんですかダメなんですかダメですよ、もちろん、ねうんえー。で、The Reason って来て、そうなんです、こいつもね、ちゃんとここが塊だっていう風に、 見えないと、ね、いけないいいとけんですよそう言ったでしょうこの関係詞がお腹に挟まってるやつね。このね、お腹っていうか、この主語、動詞の間に挟まってるやつね。そう、これ見抜けない人が多いから気をつけなきゃいけないって言ったやつです。はい、suspicious ね、えー。あ、suspicious しますかそうそうう疑わしいってやつね。はい、あの、suspect から来ますね。ここから来ます、ね。あ、これは後でもうちょっと詳しくやりますが。はい、で、the reason なんとかジョン・ゲイミーですね。ジョンが私に。 くれたあ、SVO 揃ってるじゃないですか。え、だから根係福祉なんじゃないですか。欠けてるところないじゃないいや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 ギブ覚えてますね ?O1 にそう。酸素を与える。でしたね。そう、ほら、O2 ないさんですよ。O2 ないさんね。o がない。酸素がない。死んじゃいます。やばいです。っていうね。状況ですよ。ほら、ないですね。なんでないんですか実はあるからですね。はい。 ここに大津さんはいらっしゃいますね。だから大津さんになれるってことは名詞じゃなきゃいけないから、はい、選択肢の中で関係、代名詞はかいないんですよ、はい。Where 関係福祉、ハーブ関係福祉ですね。はい、もうさようなら。ね。だから何度も何度も塊の中でどういう役割をしてるんだって言ってきたのはそういうことなんです。こういうところが狙われた時に解けないといけないからですね。 とこうやって見えましたあ、the reason which John gave me. あ、後ろねえ、こいつ。目的をついてねえよ。ね、O2 がいない。ね、だからここだ。O2 になるやつが入るはずだから俺だっていうふうに答えればいいです。あもちろん後ろに SV 来てて分かってるから省略しちゃってもいいですよ。ね、目的語になってるやつは省略できるんですね。関係代名詞ね。はい。こういった形で解ければばッチっちりです。はい。The reason which John gave me was suspicious. ね、でももともとの形を考えれば、John gave me The reason ってことですね。それがもともとの形ですから。で、ジョンが私に与えた理由とか、私にこうだよって言った理由は、怪しい。本当、嘘じゃねえのっていうことですね。怪しい。本当にそんなことあるみたいなね。どうして今日遅れたのとか言って、いや、自転車乗ろうと思ったら雷で自転車が、みたいなね。そういうもうありえないことを言ったりでするとね、結構いたりしますよね。バナナの川で滑って、とかね、まあ。よくね、言う人いますけど。で、今回はですね、この suspicious の動詞。 サスペクトとダウ t ですね。これね、ダウブトじゃないですかね。そう、これがね、まあ、狙われちゃうからしょうがないんだよね。やんなきゃいけないよ。ね、この違いとかっていうのがね。両方とも日本語訳の疑うで覚えてたら覚えられないっていうやつですね。意味がわからないん、ね、ですね。例えば、はい。I suspect him will come to I doubt. can w あ、もちろん、あの、that 説って言って、思う言うとかっていう時に出てくる that は省略できるので、省略しちゃってますけど、ね。まあ、文法上の違いとしてはね、doubt っていうの後ろに weather とか if 取ったりすることができるっていうのは、ね、可動か疑わしいみたいな感じであるんですけど、それ以外にね、意味がやっぱり全然違うんですよ、これね。両方とも、え、んが来るのは疑わしい。えどう違うのいや、これ真逆の意味なんで、そこを気をつけてくださいね。上の suspect っていうのは、 guess の意味ですね。guess が分かんなかったら、believe とか think に書いてください。ね。剣、来るんじゃねってい意味です。多分剣来ると思うんだけど。お前ら来ないとか言ってるけどさ。いや、俺は剣来ると思うんだよね。って意味です。それに対して、下は、 I don't believe Ken will come.、ね、剣が来るとは思ってねえよって意味ですね。お前らは剣が来る。剣が来るとかって言ってるけど、いや、俺は信じねえ。剣が来るなんてことはありえねえっていうふうに、こういうふうになります。もう逆ですね。だから上は剣が来ると思うよ。下は、いや、剣来ねえと思うよって意味ですから、全くもって、 逆の意味になってしまうので気をつけてください。もちろんね、日本語にして両方疑うになる時もあるんですよ。あるけれども、このザット説取って後ろ s v ね、続いてる時っていうのは真逆の意味を表してしまうので気をつけてください。実際に英作文を採点してても逆で書いてきた人がいる。やっぱり分かってないわけですよ。このダウトとね、サスペクトの意味が分かってないから。だからきちんと並べてそれで覚えておけばいいですね。ああ、剣来るんじゃねえのってやつですね。 でダウトだったらいいやねねえよととうことになるわけです、ね、そうだから全然真逆のことになっちゃうんだっていうのを知っておかないとこいつはかなり危険になりますので要注意なんですねでおまけにこれ、ね、ウォームが出てきたのでこうやつもさかっとだけやっておきますねグローバルウォーミングのところ出てきましたこれワーミングではありませんので気をつけてねこれ何て発音しますか ね、これ「わ」って言ってる人いっぱいいますねこれ「ーですからね戦争ねこれ間違ってる人がいっぱいいるので気をつけないといけません、えー、なんでですね確かに「アート」とか「カー」とかこれすでにやりましたね AR っていうのは「アーって音になるよっていうのはやりましたでも「W」っていうのはくっつくとですね途端にですね「W」の魔法発動なんですよ どうなるのって言ったら、おやつが、or に変わります。the warm, war っていうふうに、発音が変わるんだっていうのを知っておいてくださいね。A、AR は普通、r の音だったのに、w がくっつくと、ちっちゃい音に変わるんだっていうふうになりますね。では例えばで、ね、アカデミー賞とかね、Academy Award ですね。これもアワード、アワードって言ってる人多いですけど、これ d e m y Award War に変わるので気をつけけないといとません、ね、この報酬とかね「e がくっついてるやつこそのそすみません「リウール」ですからねこれリワードではないのでこういうのも気をつけないといけませんまあねこのね W さんっていうのは結構重要でこれで、ね、もうちょっとね詳しくやる時が来ると思いますのでその時を楽しみにしていてくださいはいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします 今回は関係ダミー賞関係復習の第3回ですねいってみましょうはい「I did not know なんとか John finished the task、uh, which who what how、ね」さあいっていきましょうはいね まあこれね教える人によっては疑問詞だよっていう風うに、ね、言う人もいるんですけどこういう関係の、ね、問題ね意外とよく出る特に検査値50あたりの大学の問題によく入ってるんですよこれ、ねえー、きちんとそこ分かってるかって聞きたいやつなんですがさあどううでしょう知らないよって言って、はい、何を知らないのかがここに入るわけなんですが、えー、ジョンが終わらせたいよタスクその仕事ですねその仕事を終わらせた どっち誰何どうやってですね。まあ意味で考えてもハウジアンって言って選んでも構わないですけど。きちんと役割を考えますね。ジョンフェネシスタスクっていうのは S. V. O. が揃ってますよね。新たにウィッチやフーやワット置いちゃったら、そうそうそう、名刺になるんですよね。こいつら。だから名刺増やせないじゃんね。フィニッシュが S. V. O. O. とかって取ることないですね。そう、そのポイントがね。よく問われるので入試では。 How は副詞ですね。塊の中で副詞になるので、で疑問詞と言ってもいいし関係副詞だって言ってもどちらでも構いません。結局同じことなんで。とにかくこいつは塊の中で副詞なんだ。でこれでちょっと見てわかりますね。How 塊全体でどうなってます？そう名詞になってますねこれね。こいつがね問われるんですよ。 じゃあ他の選択肢どうなってなきゃいけなかったのかっていうのをですね見ておくんですけど「ふ」とかの場合だったやつですねでこいつまあ関係代名詞とはちょっと違う疑問詞ってやつですね疑問代名詞ってやつなんだけど関係詞と違うのなんでやってるんですかっていうんですけどこれね出ちゃうんですよさっきやったあの形式の問題ってねよく出題されてるのだからやっておきますね。疑疑問問文みたいいいなななととかねね習っっててるる人がが思ううんんんででですすのの場合っていうのはまあ疑問代名詞名詞詞 主語のこのふうにね、役割をしてなきゃいけないわけですよそう。名詞になってなきゃいけないですね。この塊の中で名詞っていうふうになってなきゃいけないです。まあ関係代名詞とは違って、一応ね、これ全体で脳の目的をなっているから名詞説を作ってますよっていうので、まあ関係代名詞とは違う疑問詞だよっていうふうに習うことが多いです。まあとにかく塊の中でちゃんと名詞になっているということは忘れないでください。これがさっきやった「how」との違いなわけです。で、同じように、I don't know which I should choose ね、which も同じです。 これも関係代名詞とは違って、塊全体で脳の目的語になってるんで、だからこれも疑問詞とか疑問代名詞って言われるやつです。で、塊の中は同じです。分かんまですこれ役割。そう。Choose の目的語になってますね。Which I should choose っていうふうにちゃんと名詞の役割をしてるわけですね。同じように What もそうですね。I don't know what can eat ですね。はい。で、こいつも塊全体で脳の目的語。塊の中で。 この疑問代名詞の w a t と関係代名詞の w a t って別にそんな気にしなくていいよって同じだから役割が関係代名詞の時も塊全体で名詞だし塊の中で名詞だよってやりましたね。そう Watt の場合はそんな気にしなくていいです。でそれに対してですね Where とかね When とかっていうのは塊の中でどうなってます ?I don't know where、I、can when ですね。 でこれも関係詞とは違って塊全体で名詞になってるわけですね。なんで、まあ、疑問詞とか疑問副詞って言われるんですが、はい、塊の中で「GO」語は自動詞でしたね。そう自動詞だから「Where」は副詞っていうふうになるわけですよね。で同じように「I don't know when he finished the task」っていうので全体で目的語になって彼がタスクを終わらせたいつ 疑問副詞みたいなね疑問詞の中でも、えー、副詞の役割をしてるやつで最後は今日やったやつね、えー、どのようにそのタスクを終わらせたのかわからないよ塊全体で名詞て塊の中では副詞になってるってやつです。 こいつもハウは関係副詞の時も疑問副詞の時も結局塊全体で名詞になるので同じですね同じなんで区別する人は別にありませんただしこれねよく問われちゃうのできちんとやっておかなきゃいけないわけですよ。疑問代名詞とか関係代名詞というのは塊の中でちゃんと名詞の役割してるよ。それに対して とととか when とか how とかねこういうやつっていうのは塊の中で副詞の役割をしてますよってやつですじゃあ詳しく関係副詞の「how」を見ていきましょう「I don't know how John finished the task」どうやって「ジョンが仕事終わらせたのか分かんねえ」で塊の中では副詞塊全体では名詞になるよ っていうキャラクターです。これが how の特徴です。今まで出てきた関係復習思い出してください。where とか when とか why は、そう先行詞がいましたね。かかる相手がいたんですよ。ね、the place 場所があって where 来たし、時間があって when 来たし、っていう reason が来て why。でも how はないんですよ前に。これが特徴です。で、え、そういえばそんなやつ前もいたよね。なんか先行詞を吸収みたいなやついたよね。 っていうね言ってましたけど、そうそうそう、それは w a t でしたね。でも w a t は関係代名詞ですね。関係代名詞ってことは塊の中で名詞。塊全体で名詞。そう、そこが違いです。関係代名詞の w a t は塊の中で代名詞ですから、名詞ですけど、関係副詞の How は塊の中で副詞ですから、だから品詞からは逃れられないんです。で、How John f i n i s h the task was unknown、ね。はい、これどうなってますはい、これ塊で。 はい、ジョンがその仕事を終わらせた方法ですねそのやり方っていうのはアンノン知られてないよく分かってないよってことです。塊の中ではもう全部これ SVO 揃ってるから塊の中では福祉そして塊全体では主語になってますね。 だ彼のこの終わらせたそのやり方っていうのは分かんなかったよっていうふうなだから主語にもなれるわけですよこれねこっちは脳、NO、の目的語だったから王ですねこいとね王だったとかこっちは主語にもなってますねで目的語にもなれるはい主語にもなれるってきたら当然そう保護にもなれますよね This is how we do it ですねこれ歌のやつですねこうやってやるんだ俺らはみたいなですね This is how we do it ですね 俺たちはこれをやるんだってうね。How っていうのが塊の中では副詞だけど、塊全体ではこうなってる名詞ですね。っていう形です。だから塊全体で名詞になるんです。覚えてくださいね。だから How っていうのは塊の中では副詞、塊全体では名詞になるんだ。これが How です。だからそういう選択肢いたらこいつだっつってですね、すぐに How だって選べばいいわけなんですね。 でですねそう「How」といえばね「どうしたんだい」ですね「どうやったんだい」ってやつなんですがまあそうですね私アメリカ留学1日目ですね変なとこに連れてかれてさんざん迷った挙げ句34時間ぐらいですか歩いた結果結局最初に連れてかれた隣の建物が自分のね家だったっていうねそういうことになったんですがその家着いて入ったんですよそしたらですねもうルームメイトがいたんですね留学生たちのエージェンシーなんで留学生しかいないんですよそこ一緒に住むのはでいたのがブラジル人これ同じ部屋 に住むんです,すごくいい人でしたけどそのブラジル人とトルコ人書いてんですもうこいつは金持ちのボンボンでもうダメ人間としてもう全然。 インクレディブルが口癖でしたいつも言ってたな「インクレディブルインクレディブ」ルってよく言ってましたけどこいつはもうなんかもう車も乗り回しもう夜の街しょっちゅう消えていくし友達たちもお金持ちで遊びほうけてるみたいなやつでしたで最初私は何にも分かるんですからそいつがトルコ人とブラジル人っていうもよく分からんしこっちは英語もしゃべれないしそもそも聞き取るのがめっちゃ大変何つってか分かんない留学生たちの集まりだっていうのも知らなかったからなんかすげえあこれがネイティブなのかなと思いながらねあれこんな風に喋るんだふーんと思いながらね いたわけなんですけどじゃあお前レストラン行こうよみたいなね、歓迎だみたいな感じでフルーズっていうところに行ったんですよまあ知ってる人は知ってると思いますからなんかナイスバディな人たちしか働いてないところですねでまさかのですね私コマーシャルで見たことある光景にね、出くわしたんですよ何かっていうと注文でこう聞くわけですけどそのハンバーガー1個に対してトッピングをすげえいっぱい言ってくるんですよこれはこれはこれはこれ,はこれは で私は英語できないから聞き取れもしないからとりあえず「YES」と答えたんですねそ全部「YES」イエス「YES」「YES」みたい、ね、巨大なバーガーがやってきましたよ全てのトッピング「YES」にしてるからでも全部くっついてるサイドにもいっぱいいろんなものがくっついてるっていう巨大ハンバーガーがやってきたっていうねそれが 初日の思い出ですそんな感じで、ね、トルコ人は結局その後トルコ人たちと一緒に住んでオーガしてたけどそうだから最初の時はそうだから私全然英語できないし「ええ」みたいな感じで言われたけど3か月後に偶然。 あった時、喋ったら、あ、全然ネイティブじゃねえじゃん。超ノンネイティブじゃん、こいつみたいでね。英語大してできないんだなと思って、自分の方ができるようになってたっていうのはね。よく覚えてますよね。ずっと遊びほうけてるから、全然ちゃんと勉強もしないわけですね。こっちはもう死ぬものぐらいで、生きなきゃって言って頑張って勉強してたから、ね。全然、英語力が逆転したんですよ。その、まあ、逆転できた理由としては、やっぱ文法ちゃんとやってたっていうのが大きかったと思います、ね。そこに、ちゃんと表現を使えるように、使えるようにっていう風に、足してったので。そこが、すごく早く。 上達したたコツだったのかなと今でも思ってますねでは、「how」これですね、2語で言い換えることできるんですよ、別の表現で言えますかそうです、こうやって言いますね。「I don't know the way John finished the task」という形で、そう、「the way」で言うことができますね。なので、こういう形で出てくる時もよくあります。「I don't know the way John finished the task」という形ですね。 で気をつけてほしいのはですねこの the way how って覚えちゃう人がいるので気をつけてください the way how っていうのはないっていうのを覚えてください the reason why とか the time when とかですね the place where と同じように the way how っていうのもあるっぽいんだけどないです確かに20世紀の初めとかに書かれた日本の古い文法書には載ってた えーって思ったけど「The Way How」乗ってるって思ったけどだめです。現代の英文法では使わない表現ですので絶対「The Way SV」の形で覚えてください。もう「How」と一緒に使っちゃいけないんだっていうふうに覚えてください。The Way John finished the task was unknown。もうだからもう一個の関係詞みたいに「The Way」が働いてるわけじゃないですか。え何これそういいんです。「How」と同じなんだなっていう感覚を持ってもらえればいいです。でもちろんこれもそうですね。使うことが でレベルの高いと難関代を目指すって人もいると思うので一応ちょこっとだけ話をしときます <laughs> 文字数が多かった違う文にしなかった This is how John finished the task とか This is the way John finished the task っていうふうに言うこともできます t h e w a y の場合ですね3パターンを覚えなきゃいけないのでめんどくさいんですよ一番簡単なのはこれ The w a y s v っていうふうにすること the that don't finish the way that John finished the task っていうのもあるんですね関係代名詞とは違うんでそう関係代名詞の場合はそう後ろをかけてなきゃいけなかったじゃないですか不完全な文になるこいつが何か役割名詞の役割しなきゃいけないっていうやつですけどそうならないので The way that SV っていうのがあるんだなで構いませんそれで覚えちゃっていいですほとんど出てこないですよだからほとんどの場合はやっぱ The way SV ですただもう一個の、ね、やつは出てきちゃうので覚えとかなきゃいけないんですよ the way Mh はこやつはたくさん出てくるので覚えておかなきゃいけません。The way Mh ジョンフェネスたタスクっていうふうに言うのはよく登場しますので覚えなきゃいけません。もちろんこれ The way in which でいいですよ。それで記憶しちゃって構いません。The way in which S V っていう形であ The w a S V と変わんないんだな。なんでこんな言い方するんだろう。堅い表現好きなんだね。前置した関係代名詞ってそれで全然構わないですよ。構わないけど仕組み見てくださいね。覚えてますね。 覚えますね、前置詞と関係代名詞っていうのはそう元の形を考えてみろって言いましたよねはいこの先行詞が「the way」ですよね「the way」だからそいつを関係代名詞に入れて補ってやると「in the way」ですね,ね「やり方」ね「way」っていうのはやり方を表す場合「in」と相性がいいんですよ「n 何々 way」とかこうう形容詞ね 入って使うことも多かったりするんですけど、こういった形で in と相性がいいんです。だから in なんですね。だから in the way ってちゃんとなってるわけ。こういう風うにね前置詞とこの関係ダメですね。この相性っていうのね問われちゃったりするので。 一応知っておいいくださいねそうそうインである理由はちゃんとあるわけですよ。このザ・ウェイと相性がいいからだからインなんですよ、これね。まあ、ザ・ウェイ・イン・ウィッチで覚えちゃってもいいですけど、実はこういう仕組みでちゃんとできていたんだよってことですね。ねだから、ザ・ウェイ・イン・ウィッチって見かけるけど、あそういう理由でイン・ザ・ウェイだったからか、そういうやり方でっていう意味だから、だからこういうふうになったんだっていうのが分かると思います。はい。まあ、ひとまずこれですね。関係代名詞と関係不詞の違いはおしまいです。 まだまだ終わりませんそれぐらい奥が深いというかやらなきゃいけないことが非常に多い単元なんで頑張っていきましょうはい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは基礎英文法講座今回は関係詞の非制限用法っていうやつですねひっていう声が聞こえてきそうななに、ね、これ何なの非制限制限にあらずの用法って なんなんですかちょっと教えてくださいよ。教えましょう。はい、かなり勘違いしている人が多い。まあ、これは教えてて思う。なんで分かってないのって、ね、さあ、見てみますね。k a n z o Susan、なんとか ?Graduated from the University of Tokyo.Which, はい Which, who, why, how? というふうに書いてますね。さあ、どれが入りますか、ね、さあ、いきますね。Susan やってきましたね。またね。ケンゴ Susan と出会っちゃいましょう。ね、で、ここで。 もうそうですね。点ついてるやつで、ああ、知ってる。点ついてるやつが、非制限用法なんでしょう。まあ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 、それはそれで合ってますけど、ね。で、グラグレーテルフォーム大学。これで、で、ウィッチとかいろいろ来てますが、まあ、グラ u a ー e d ですね。はい。卒業したわけですね。グラ d u a t e フ r ームとかっていうのが有名ですね。で、The University of Tokyo。そうですね。一般的には、Tokyo University っていう方が多いですよ。多いけど、東大行ってるやつは、大体 The University of Tokyo って言います、わざわざ。ね。 わざわざ言う、ね、それは知ってるいたからわ、はいね、わざわざ言うんだけどねでも東大行ってね売ってるパーカー東京ユニバーシティって書いてあるからねで,よしでこの塊がこう来るわけなんですがグラジュエイトするんだけど当然ねそうそう,そう人間じゃんっていうのも分かるよねで主語でしょどう考えたって主語の役割するはいウィッチ人じゃないワイとかハウ関係福祉だったらこう塊の中で福祉だからねそうだから答えは だかで答えを選ぶこと自体は簡単なんですよ。あのやっぱねちょっとね下の大学になるとね選択肢に「風」って書いてあて1番「風」2番「カンマ」「風」とかってねこうやって書いてくる大学あるんですよ。もういーってなるんですけどね。だだってそうでしょここのななんだよいいつみたいな 日本語の句読、ね、点っていうのもさ最初にあったらおかしいでしょ、こいつが行頭とかにうわーってなるんですけど、見ると自分はまあまあまあ、それはいいとして,てせっかくだから言っときますかカンマっていうのはねこっちにくっつけるんですからねここにスペース入れないでくださいねそしてこの後ろにスペースがいるんですよわかりましたか、編集マンたち。ですか何回直せばいいんだ、はい いいですね必ずいいですね前にある単語の直後に入れてその後ろにスペースを入れるのいいですねスペースなしでぐちゃぐちゃンってやんないでください前後に両方スペース入れて遠い遠いみたいなのもやめてください、ね、だからなんかカッコつけてさ、ね、SNS とかでも英語で全部自己紹介してるとかコメント欄とかでも英語で全部書いて俺は英語できんだぜってやつらのねここがマジできない本当に。 あの別にそのだから英語できないからと言ってほら私はそれで「うわダメだお前ら」みたいなことは絶対言わないし見下したりとかしないですけどカッコつけて「俺英語できんだぜお前ら英語できないだろ」みたいな感じで書いてるコメントほどこういうのが、ね「うわ」ってなる見ると「うわここぐらいできてからそういうエばったコメントして」って思うんですけどね。Twitter、はい、の、ね、自分のプロフィール見直してください。はいで じゃあ一体何ぞやっていうですねもう「風が選べるけど「カンマついてるのついてないどう違うんどういうふうになってんのこいつっていうんですが、えー、こいつはですねカンマまあカンマっていうのはつまり音なんですよね音のポーズですそう音がないとこ喋ってる時にここにポーズを置くからついてるのがカンマなんですよえじゃあどういうことなのポーズってって思うんですが、えー、これはですね限定しない 覚えれればいいですそれが非制限用法ですえどういうことなんですかそれ。これやましたね。プリティガールズとかキューガールズとかやったと思うんですけどこういうふうに形容詞が就職すると何が起こるんだって言ったのを覚えてますかそう、ガールズっていうのがいっぱいいると。あなたのクラスでもいいし。 48グループでも何でもいいからそれがいっぱいいるとでその中で「トっていうのをつけたらそうそう言ってましたね,こうね限定されるんだ、ね、その数が減って限定されるんですよっていうやつですなんでこいつ限定を言い換えれば制限されるわけですよね「Only Q girls」Girl ね「Q girls」Girl だけここ入れますこうやってねそうそうそれが制限ですで非制限用法っていうのはこの限定をしないよっていう意味なんですよそれが非制限用法です でどう,うこっちはってなるんですがスーザン固有名詞ってやつですねスーザンはスーザンですえー、スーザンがいっぱいいるどういう状況スーザンはもう一人ですからだから限定できないんですよ制限できないですねだからカンマがつくんだってそういう理由です固有名詞来たらもう一個しかないから,だから基本的には 非制限用法、ね、もう制限できないんだから1匹しかいないわけでそれを制限することなんかできないですから、ね、だから限定できないからカンマを作れるんだっていうふうに覚えとけばそれで大丈夫です。はい、もうこれでやっつけることができますよ。でこれで訳すときにそうこっちはキャンサルスーー・スーザスーザンにあったんだて彼女は東京大学を卒業していたみたいな形でまっすぐ訳せってよくやるんですね。いいでしょそれでカンマ風の場合は。で時には何かしら。 いいろろな理由とか出てきたりするんだとかっていいいうにそそれれはでです、えー、ただあの実用英語の世界ではこっちから訳すこともすごく多いです。県は、ね、東大を卒業したたたスーザンに出会ったみたいな形で,、ね、でただそうするとほら「東大を卒業したスーザンに出会った」っていうと別のスーザンがいるように聞こえるでしょ?「東大を卒業したスーザンに出会った」ってことは「東大を卒業してない別のスーザンがいるんだ」みたいなねそういうふうに限定されたように聞こえちゃうからだからまっすぐ訳した方がいいよって言われるわけです。 だからそこの役にあんまりこだわる必要はないですよ。ね、ですで、こういう名詞でやっつけられるっていうとですねこういうのがね載ってんですよ英語の中学校の補助教材みたいなのにさ「ケンハザさん」ってこういう名詞じゃないやつがあってカンマついてんのとついてないのが載ってんだよね。 ケンハザさん、ね、WhoGraduated from thatUniversity of Tokyo と to ケンハザさん、WhoGraduated from t h e u n i v e r s i t y of Tokyo って言うんですけど、ね、こっちだと限定してるからさんが息子が何人かいて分かんないですよ。ね、お粗末、東堂末、十四末みたいなですね。いてその中の東大こいつか、えーね、東大行った人っていう限定されてる、ね。それに対して下はケンハザさんですね。あ で、その息子ね。東大行ったんだよ。みたいな感じになるとで。だからこっちは一人っ子っぽいよね。っていうですね。そういう風に習った。こっちは一人っ子だかようかわかんないけど、こっちは複数いるんだよって言ったで。まあ一応ね。ネイティブにね。そう。毎回チェックしてもらった感じことね。チェックしてどうなの？っつったら？ うーんって言ってた確かに上の方が別の3がいる気がするって言ってた、うん、いないかもしれないけどでもまあいる気がするで下の方がうんまあ一人っ子な気がするって言ってました <laughs> まあこれも多分ネイティブによって違うと思うけどね感覚がはいということですだから限定してるんだ3が何人かいてそれを限定してるんだなっていうふうに分かればいいですだから限定用法と 限定してない非制限用法っていうのがあるんだなそうだから制限用法非制限用法ってなるのはそういう意味なんだなと思えばいいです、はい、で県っていうのは息子がいてねその息子は東大卒業したんだよはい。で当然ですね、えー、これはふーだけじゃなくて他でも使いますね I'm from Tokyo ですね東京出身です which a lot of people visit ですね多くの人が訪れる、ね、これも東京っていうのはこういう名詞一つしかないものですから限定する必要がないですね でちゃんと中では、people visit、visit の後ろが、はい、往内さん、目的がないから、はい、ここに来てるよっていうのも大丈夫ですね。<music> で、I'm from Tokyo, where a lot of foreigners come. <music> というふうに、関係福祉だって置くことができるわけですよ。<music> えー、多くの外国人の方が来る。come は自動詞ですね。だから、欠けてるところはないですね。で、塊の中では、福祉として働くのが関係福祉。 で、場所が来てるから場所を受けることできますね、ウェアは。はい。で、今回はこういう名詞ですから、東京っていう1個しかない限定することができないとこだから、カンマがついてるっていう感じになってるわけなんですね。というわけなんですが、じゃあ今日はですね、久しぶりに今日の英単語をやってみようと思いますね。今日の英単語はグラジュエイトですね。まあ、graduate from っていうので 卒業するっていうので覚えてる人も多いかなと思いますねどうなんですかこれ結構覚えづらいらしくて出るんだってなんで graduate from school ってそんなに難しいですかなんか学校から出てく感じがして卒業ってならないんですかなんか聞くとですね日本語だと学校を卒業するだから学校から卒業するって言わないからだから間違えちゃうとかって言うんですけどそうなんですか私は全然その感覚がないので もともとこれ学校から学位を授かるっていうようなです、ね、そういった意味合いになります。ここなんか似てないですか単語。グレードですね。そうグレードこの Q とかを表す。でグレーズになれば成績ですね。そういうふうにこの段階をこう表していく。ラテン語のもともとを例えばこれ歩くとか行くっていう意味なんでこの進度進歩ですね。そういうのが分かるっていうやつです。だから 「徐々に」っていうのは「え、オラ,オラ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 じゃないですよ「ドラ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 」でも「無駄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 でもないですよで、ねえー、グラジュアリーって言えば「徐々に」ですよねはいんでだからこれも段階を追ってってるよんですねどん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 ,どん一歩一歩っていう意味になるわけですねじゃあにも「degree」とかっていうのもこれも同じです <laughs> こいつ自体にも「学位」っていう意味がありますよねでマスターズ・ディグリーとかさで知ってますかこれ修士号ですね はい、私は東大の修士号を持ってますね、はい。で、こういうふうにグリーっていうのも、そこも段階をこう表すわけですね。だからこの一個一個、トゥーサムディグ e ーとかね、ある程度とかっていうふうになかなか覚えづらいっていう人がいるんですけど、そういう意味ですね。このグリードコルファだって歩くとか行くでしょ。ゴーも a ークも、トゥーと相性いいでしょ、ね。この範囲って意味ですね。ここからここまで行ったんだよっていう意味なんで、トゥーサムディグ e ーとか、トゥーサムエクステントなんていうのがよく出ますよね。 まあエクステントっていうのは、エックスが外、テントが伸ばすなんで、外に伸ばすなんで、トゥーと相性がいいんですよね。ここからここまでですよ。単位のトゥーとかってよく言われますけど、そういうことです。ここからここまでだよんっていう意味です。ただ、こういう形ですね。えー、実はこんな単語たちが仲間だったってことですね。あ、これ名詞使うこともありますかね。グラ d ュア t e って言ったらね、大学院生ですね。もう大学、この学部の方を卒業しているからとか、グラ d ュア t e ですね。だから大学院のことはグラ a ュア school って言ったりしますよね。はい。 ね、こういう風うに実はこういらが半ばだったっていうのも意外かもしれませんが一緒に覚えておくといろいろといいこともあるんですねはい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれ <noise> では,では基礎英文法講座今回は非制限用法の2回目に行きますまあね、非制限用法もすでにやりましたね <noise> なんだこいつが非っていうのはっていうのはもうやりました制限してないもう制限する必要がない そういう時に乾膜つけてやりましょうってやつです。まあ詳しくね見てなかった方は前回の動画をチェックしてください。では行きましょう。今日のものです。Ken finally saw Susan. なんとか made him happy. ね、ケンはついにスーザンに会ったって書いてて、で made him happy ですね。で彼を幸せにしたって言ってるわけなんでしょうね。で落ちたワイフームってやつですね。そうフームさん久しぶり <laughs> いらっしゃいましたが、そうこいつね注意ですね厄介ですよ。だってえ スーザンって来てるよね直前に。ってことは人ですよね。あ人来たから人選ばなきゃフームって選んじゃいたがっちゃうんですけどねダメですね。見てごらんなさいほらメイドヒムヒムは目的格ですか目的はヒムハッピー SVOC のメイクですね。そうないのは S がないですね。 でなんだ S がないのか出格の関係だめしないんだ出格の関係けしがここにないってことは S はこいつなんですよ主語、ね、になるキャラクターですから風磨さん残念でした目的確ですだからこいつは置けないんですよざっと知ってますよこいつは先行詞が別に人だろうと物だろうと関係なく登場してくるやつでしょ知ってますすねダメなんですよ一応このね カンマついてる時に「だッと」は使えないっていうルールがありますのでこれで覚えてください、はい、入試ではそう覚えてくださいそうしたらさ残った「ウィッチ」と「ワイ」ですがそうですね「ワイ」は無理ですね関係福祉「フ詞塊の中で「フ詞」になるから主語になれないねそうだからあんたはいだと言っても「えー、ウィッチ」でいいんですかいいんです問題ないですえー、これでも先行詞どうなんですかスーザン人じゃないですか 人じゃなくてロボットかなんかだったんですかみたいなね。違います。こうやつですね。カンマウィッチっていうのはですね、先行詞はいっぱいあるんです。文とかでもいいんですよ。文とかその他の塊とかっていうのも挿してオッケーなんですよ。カンマウィッチは。 ね、だから賢がスーザーに会ったことですこれね賢がついにスーザーに会ったそのスーザーに会ったってことが彼を幸せにしただからスーザーに会えて嬉しかったっていうふうに言っているえっ、ー、そんなんいいんですかいいんですよだって考えてください、ね、こいつさ関係試しじゃなければさもともとさ「イット」とかなわけでしょ「イット」とか「ザット」なわけでしょ「イット」とか「ザット」が分さしててもさ何とも思わないでしょあらざちね普通のことじゃんね I said it. ね、そうやって言ったんだよってねその言ってる内容文でも全然問題ないですよねそれと同じなんですねカマウィッチっていうのにもそういう力があるんです文全体を受けても構いませんこの先行詞が全体だよっていうねキャラクター、ね、まあねこれ見慣れないかもしれないですけどこれ和訳問題とかでも出てきちゃうのでえきちんとですね今日ああそういうのもあるんだっていうふうに知っておきましょう では次じゃん said he saw Susan なんとか or is a complete lie? So, which who why how? さあ見ていきますね今回はあまた Susan いるなお今回 was の前開いてますね、はい、これだからあ主語来るあっスーザンで主語もう今回は「who で間違いないでしょうね間違いです、はい、さよならね えなんでですかいや後ろ見てくださいあ m コンプリー l i イって書いてますこれどういう意味ですかそう全くの嘘って書いてあるわけです全くの嘘だったって書いてあるわけですよだから SVC です SVC ってそうイコールが成り立つんですよねこれね後ろ名詞来てる時は、ね、でも「ふ」入れちゃったらスーザンさしちゃいますよスーザンは全くの嘘だったっていうふうに人間じゃないのがイコールになっちゃいますねだからダメですで主語になってるから関係副詞の「why や「how」はダメですね で残ったそうですウィッチまたたお前かいみたいみなんですよ、ね、またウィッチなんです。で関係代名詞は代名詞です。そしてカンマウィッチになった場合はどういつが先行詞になるかをちゃんと考えてくださいね。これは、まあ、普通に考えたらここですね。ジョンが言ったスーザンに会ったよって言うんです、ね、それが嘘だったってことですね。ジョンはスーザンに会ったんだよって言ったけどそれはね嘘だったってねかわいそうに。だってほらケンはスーザンに会ってねすごい嬉しいってなったのに。 ジョンはねスーザに会ったんだ俺だけどそれ嘘だったってねはい悲しいですねジョンとケンの違いジンスで、えー、とカンマね <laughs> これね本当思うんだけどいろんなテキストとかさここにカンマあったりするじゃんやめてね文頭に句読点て置かない文っとか行頭ね行頭にカンマとかピリオド置かないでくださいねすごくうーってなりますからね 開業する時はこうやって開業してしくださいねもう本当にねうわーってなってしまうのでそうそう単語とかもね本当に適当に開業してありますよねみんなね単語と単語を分けて開業しないでねそのままにしてくださいね大体あなたが勝手に単語を分けたらミスるからええー、単語の分けるのってルールがあるんですか開業した時にありますよえどうやって分かるんですかえそれは辞書を引きなさいね 辞書引いいたららちゃんと音節の区切りがくっついてますからコンプリートだったら、あの辞書引きはここで区切りが入ってますね。コンプリートになってますから。だから、ここ以外で勝手に開業しちゃいけないですからね。ねここだったら、こうやってやって開業できるんですよ。ね、そ,うだからそういうのを知らないで、区切り分かんないで、勝手に開業しないでくださいね、はい。というか、開業はしないでください、ね。単語の途中で区切るのはやめて。はい、こんな感じですね。えー、非制限用法については学んできましたね。そしたらねこの間まあ あ,あダメか答え言っちゃうことになるか言えないや <laughs> では次の問題いきましょう A person with なんとか I grew up contacted me recently、ね、さあどれでしょう ?Which, who, whom, what?、ね、さあどれだかわかりますかだいぶはどれですかさあですね、全、え、知、ー、したす関係代名詞の復習になりますね。 この人がカンタですね。私に連絡してきたよ最近です。うん、えー、contact 人ですよ。いいですね。contact と with 人とか、contact と to 人とかって書かないでくださいね。はい、何々連絡してきたね。えー、私に連絡きたよって言ってます。で、先行詞は人ですから which ようなら <laughs>、えー、what の場合、えー、what a person with what I grew up でいいんじゃないですか？とか言って、えー、ダメダメですね。はい、なんでですか？いや、grow up 覚えてますか？成長するってはい、自動詞だ自動詞ですか？ そう自動詞ってやつですね,こういうやつはね,ねもしあなたがワットここ W 節ここってこうやってです、ね、勝手に囲っちゃったらです、ね、ここワットって言ったら SVO になっちゃいますよワットがねだめですよそんなのできませんここにいきなり名詞を置いてでこれ w i h と電池シタス名詞私が成長したものと一緒の人とかってやっちゃだめですそんなのできません、はい、だからワットの節はなくなりました、はい、ワットではないと。 じゃ、残ったのは、そう、ふ who うかふうむなんですが、そうですね、わかりますね。前置詞足す、関係代名詞ってやつです。前置詞足す、関係代名詞、前置詞っていうのは、後ろに。目的語を取るんですね、目的格を取らなきゃいけないので、with。風無にしなければ、なりません。ですね、こいつは、前置詞足す、名詞、前置詞足す、目的語なんで。答えは。 じゃゃなきゃいけますよね。Who、は主格ですから、with の後ろに置いちゃだめです,です、ね。そんなこと言ったってネイティブやりますよ。やるけどだめです、ねはい。with who ではなく with whom というふうに覚えておいてください。こういう前置詞タ関係代名詞の時は who さんじゃなくて w h o m さん発動ですから、ね、知っておいてください。that さんも発動できません。えー、これよくわかんないんですけど、元の形考えてみましょうね。a person with whom I grew up contacted recently ですね。こういうふうになります。 やっぱり塊の中と塊全体っていうのが分かってないと難しい塊の中では全知史足す名詞目的語になってるんだよ O になってるんだよっていうわけですね全知史足す目的語で塊全体では関係詞の形容詞ですねになって前の名詞にかかってるんだ でまあ、前置したつ関係代名詞の後ろは完全な文になりますよって習ってる人はまあそれはそれでいいですけどこれ with を後ろに置いてやるんですね with を後ろにやるとこうですね a person who I grew up with, wh I grew up with この場合は with でもいいしはいほら with の後ろがないですね with の後ろが王内さんになっててそれが o になってるんだよ っていう形ですね。だから、I grew up with の目的語が書けてて、それがここに出てる。で、この場合は、whom じゃなくてもいいんだって言いますね。who。で、さらに言っちゃえば、その目的語は省略することが多いんだよって言いますね。だから、a person I grew up with ね。一緒に成長した人っていうのが、contact me r e c e n t l y ね。最近連絡してきたっていうふうになります。で、全自殺関係ダイメージの時は前にも言いましたけども、とにかく元の形を考えてごらんなさいと代入して。だから、ここの、with a person というわけですね。 でこっちで見れば分かりやすいですね。I grew up with a person、ねはい。その人と、えー、一緒に成長したっていう元の形を考えてみましょう。そうするとこの with が入れられますね。全知識の問題でここが空欄になっててもちゃんとあなたは with を選べますね。うん、in とか on とか並んでても選べるっていう感じになるわけですね。ではい、フームしか出てこないときもあるんです。じゃあハイレベルいきましょうか。 I to the protesters. プロテスタープロテストしてる人たちと話しましたよで <noise> だこれ ?All of whom were students っていう形で、えー、こういった形で出てくること機があります、えー、これが出てきちゃうといわゆる皆様のですねセンチシタス関係代名詞の後ろは完全な文とかっていうのが無理です なんでほら前置したつ関係代名詞だけど後ろ S ないですねそうだから皆様が習ったのでは戦えませんきちんと元の形を考えて代入してやるっていう考え方でやった方がいいですね I talk to protesters.、They、all of the protesters. です、ね、先行士これですからはい。プロテスターの全員は students だったっていうですね、えー、こういうのが出てきます ここがマーストだったりとか、ね、ほとんどが students だったマ s t トは WhomWereStudents とか many だったり多くこういう形が出てくるとえ完全不完全で太刀打ちできねえとかっていうふうになっちゃうことがあります。 どうしたらいいんですかそう、だから私は覚えなさいとフレーズでだから、all of whom, most of whom, many of whom って覚えればいいじゃないですか。ね、はい、プロテスターたちと喋りました。その全員ですね、プロテスターの全員がスティーデンスだった。ほとんどがスティーデンスだった。多くがスティーデンスだったってですね。だからこのフレーズを覚えておくといいですよ、all of whom, most of whom, many of whom とかっていうのが出てきたときに、ああ、そうなんだ。 理屈じゃなくて知っておけば解けるっていうものはいっぱいあります。はい、なんでこれねトイックとかにも出題されますのでこの形は知っておいてくださいここに「風」は来ないから「ホールオブ風」とか言わないですねこれ全地一つ関係だ道になっているのではいという感じで,ですね今回は結構レベルの高いところで「フームしか出てこないっていうですね基礎英文法ですけどもかなりレベルの高いところまでやりましたはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 では始まりまりした基礎英文法講座。今回は連鎖関係代名詞。何それみたいなんですね。なんかすごい IQ が高いやつみたいなですね。それはメンサです。はい。では、言いますね。The man なんとか I t h o r t h e manager was actually the president っていうふうに書いてあります。さあ、どれが入りますかね。which, who, whom, what ね。できましたかね。これね、知ってる人はスパッと解いてね楽勝ってなるんですけど、 めっちゃ間違える人が多い。もうね、本当に間違う。びっくりするのはね、英語の先生たちの中でも間違う人がいるんですよ。本当ですよ、これ、間違う人いるんですよ。気をつけてください。だから、それぐらい間違えやすいんです。で、どういうふうに間違うかっていうとですね、あ知ってるよ、これ、関係詞来るんだね。よし、じゃあ、入れてやるぞ、関係詞を。さあ、どうやってやろうかな。えっ、ー、と、The man was a p r e s プレ e ントとかってあって、で、ああ、なんかここの塊、入るんだろうな。 っていうのは見えるんですけどこれねやっちゃう人はどういうふうに間違えるかというと「あ I think があってあ、目的語がないぞ来た来た往内さんだ」って言ってあ、目的語になるやつってそう「おう目的格だからこいつ」って言って間違っちゃう人ですね。これがめちゃめちちゃゃ多い <laughs> だもうできてる人はですね「へえそんなに間違いないよ」って思って見てるかもしれないですけど大半の人は間違えるんですよこれ。ね だからねできない人の気持ちちゃんとね分かってねそうえこう見ちゃダメなんです。欠、うん、けてるところが「think」の目的語って見えてる時点でダメなんですよ。そうじゃないです関係代名詞と一緒に「Ithink」とかって出てきた場合ですねくくっちゃうことをお勧めしますここに「思う」「言う」が出てきた場合は「くくってどかしてみなさい」。 もちろん例外はありますよ例外うこの場合はだめだろうみたいに言ってくる人いますけどほぼほぼどかしたほうがいいです。はい、でどかしてやると何が見えますかこれそう「わず」が見えますね。「わず」っていうのは動詞でしょ。はい動詞が来ました。はい動詞のあれれれれれれ前なくないですかそうですねここに「S ない」ですね。そうです。なななないいいささんんんじゃなくて S ないさんなんですよこいつ、うん で、後ろにはあ、マネージャーっていう C が来てますね。だから、主語がないんですよ。なんで主語がないんですか覚えてますね。関係代名詞っていうのは。実はあるんだよって言いますねそう。ここにいるからなんですよ。主格がいるんです、ここに。だから、主格の関係代名詞を入れなきゃいけない。で、はい、ダメンっていう前には、先行詞に人がいらっしゃいますね。だから、はい、まず、which、ダメはい、what さんは先行詞取れないんですよね。 S ダメはい、で S ですから、はい、O の役割をしているフームも,もダメ、はい、だから答えはこうやつになるわけですねフーですそうこれ主語が欠けてんだっていうふうに見えたかどうかがポイントですでそれを見たかったらこの「思ういう」ですね「Ithank」とかっていうのはどかしてやることをおすすめしますでここで「フ」が入るわけですだから「フーム」入れちゃう人が本当にね多いんですよこれが S 内さんに見えないだから「思ういう」をかっこどかしてやると このの S9 さんいいうのがすすごく見やすいこれは次第でも問われるし国立でも出てくる和訳問題にも取材されるのでえきちんと押さえとかなきゃいけません。で自分自身が前にやりましたよね私は高校生向けの集団授業で一番最初に教えたのがこの関係師だってやったんですけどそうここのねこの問題この連鎖関係代名詞の問題が一番最初のなんかね研修の時の問題だったんですよ。でそののの研修ってていいうのががろんな校舎の人がね集められて で先生たちがいてプロ講師じゃない人たちだけがねこうやって集められて研修で私大学生でしたからほ他の研修の人たちと一緒なんですけどでは若いんですよだから新入社員とかねがこう研修にいる感じなんですけどそこでいきなり問題を渡されて「はい解説してください」ってやるんですよ。でその時に一人の、ね、人が当てられて「はいじゃああなたこの問題」って言ってその新入社員の人がやったのがここです、ね、ここで思いっきりフームが正解って解説しだしちゃったんですね。 なんかもう忘れられらないですでその時に自分が「おいちょいちょいちょい」っつってですね「ありえないから」って言って「ふうだから」って言ってその人の解解説説を奪っってて自分が解説したっていうねその後にまあ自分の番が来てね、えー、やったんですけどすげえ突っ込んできてだからその人うわそかことはでですすみたいなですね当時もでも英語学専攻ですからいやいやあなたの100万倍ぐらい知ってるからと思いながら、ね、やったのを覚えてます。 さそんな思い出の連鎖関係だめですね。The man who I thought was a manager was actually the president、ねはい。これで主語、はい、の部分が欠けている。思うを置いてやったら主語の部分がないよってことです。はい、っていことになりますね。で、これで主格 4っていうのをまずは押さえておいてくださいフームにしてゃダメだよっていうのを忘れないでくださいはい、これでねバッチリですではここから総計レベルの話をしますのでこれ基礎英文法のクラスですから基礎ですっていう人はわーってこうやって言ってればいいですね私が喋るときにわーっつって言って,、ね、言ってればいいですか、えー、総計レベルではこのフー 省略できるっていうのが出てきちゃいますね。ええー、主格の関係代名詞は省略できないって言っちゃうじゃないか。この嘘つきに寂しいみたいですね。思ってるんですが、そう。主格の関係代名詞ってね。省略できる時があるんですよ。この構文の時はね。省略可能なんですよ。 えなんでですかそんな目的格だから省略できるって言ってたじゃないですか覚えてます目的格だから省略できるの時にんで省略できるっつっ覚えてますそうそうそう後ろに主語動詞って来てるからあここで区切れるんだなってわかるからだっつった覚えてます、ね、こいつほら「I thought」って出てるでしょだから主語動詞的キャラクターがいますよねだから隠してもここで区切れるってわかるので 主格だろうと、目的格だろうと、省略されることがあります。だから、the man I thought was a manager was actually the president って言っても構いません。はい、これはハイレベルですよ。だから、えー、わーっつって言っとけばいいです。まだ全然わからない。英語はーっつって,言っていう人は、ちゃんとこのふくっついてる状態で覚えてください。で、だ私が、マネージャーですね。このマネージャー、やりましたね。マネージャーというのは、ハ、は、イ、い、タオルっていうふうに先輩をね、たぶらかす謎の生き物ではないと言いましたね。マネージャーっていうのは、自分の常識的な存在です。うん、ね だから、はい、上司だと思ってたとね。ね上司だと思ってたその男の人は,実は、実は実際はアクチュアルですね。実際は社長さんだったとね。ね、えー、プレゼントだったよって言いうんですね。プレゼントですね。前に座るっていう意味ですね。プレ、前。で、サイドっていうのが座るなんで、この前に座ってる人っていう意味からこう、リーダー的存在ですね。もちろん大統領の意味もありますけど。という。 形になりましたで、読んでいくときはまっすぐ読んでいけばいいですからね。えー、男の人、私、思ってたよ、マネージャーだと、でその人、実際は、社長さんだったよ、っていうふうにちゃんと読んでおけば大丈夫です。はい、では次の問題ます。The c l a s s m a とか can set w o r t s their best to take words already full. Which, where, whom, what?、ね、さ、っていきましょう、はい、はい。では、 見ていますねはい、同じような感覚ですねまた関係詞が並んでますね関係代名詞や関係副詞が並んでいるで、the c l a s があって空欄があって can set はい、来ましたね思う y o があるからはいまずどかしてやりましょう、ね、ここに y ってきてますよねで、words っていう動詞がやってきてるはい、だからそう,そうそう、そうここには s がないですね s ないさん発動ですね、はい、だからここには主語に当たる関係代名詞が入るんだっていうのがわかります でこれもね長いよねクラスっていうのはすでに満帆だったよって言ってます、はい、でケンが言った「What's the best? ね」ね、はい「ベストだよ」で何するのにベストかって言ったら「take 受講するのにベストなクラス」ってことね、はい、受講するのにベストなクラスだよとケンが言ったって言ってるわけですね、はい、でまず先行詞見てみましょうねはいクラスですから、はい、授業ですからね「フーム」とかね「人じゃねえし主語じゃねえし」 さよならだしワットもおかとい,、ねはいね、いうのは前に先行しておらないんでしてね。で「Which か Where か」っていうのをこれをやりましたね。関係副詞の場合はそう副詞ですから塊の中で主語にはなれないですね。塊の中で名詞になれるから主語になれる。だから関係代名詞。ってわけです。だからフームやフーだけじゃなくて「Which」だっておけます。とにかくここの欠けてる部分っていうのを見抜くこと。あこれ主語がないだから。 ね、ウィッチだっていうふうになってください。で、こういうのを連鎖関係代名詞と言います。この間になんか入ってるのが連鎖、なんかまず、S. V. が連鎖してるみたいな感じだからね。連鎖関係代名詞っていうふうに言うんだなあっていうふうに覚えておいてください。で、連鎖関係代名詞の場合は、あまりダットは出てこないです。えー、大体ふ、ふむ、えー、ウィッチのものが多いです。連鎖関係代名詞ですね。こういうふうに思う u が出てきたら、括弧で括ってやるんですね。 これは読解の時も役立ちますので読んでる時にそこをどかしているとすんなり読めるところっていうのは出てきますので、はい、してください。The class which can say what's the best to take was already full、ね。取るのに一番いいよって言ってたクラスですね。っていうのはもう満帆だった人気だったってことですね。はいはい、では最後今日の英単語として今回出てきたですね Already っていうのを扱おうかなと思いますね。 今回のところでは「was already full」みたいな形で出てましたけどそうなんですね「already」っていうなんか現在完了のイメージあるじゃないですか完了形と一緒に使うってね思ってる人いっぱいいると思うんですけどまあ確かにそうなんですけどそれだけではないのでさまざまな使い方がありますのでそれをちょっと紹介していこうかなと思いますねで「already」っていうのはもともとはほらなんか見たことあるんですねそうそうそう ALL READY なんでもう全部できているよ、完璧にできてますせ、えー、みたいな形で使ってたわけで、そこからもうはい全部できているよ、すでにできているよ、もうできているよみたいな形で出てきたわけですね。で、現在完了でもうすでに I've already done it、もう終わらせたよ、それやったよとかっていうふうに出てきたと思ったんですが、それだけではないです。結構いろんな形で使うことができますね。例えば I'm doing it already みたいな形でできるんですね実はこれトイックで、ね、問われたことがあってここ空欄だったんですけど、ねえー、こういった形で私今それすでにやってるとこだよみたいな形です、ねえー、使うことができますね。では疑問文で「Are you l i v i n g already?、えー、もう行っちゃうの?」とかっていうふうに使うことだってできますね。まあ、日本語と 対応ししてるし分かりやすすいですよねそうなんか疑問文の時とかって「YET」使うって覚えてましたけど「Already」が出てくることもありますね。で現在完了だけじゃなくてこういった形で使うこともできますね。はいもう行っちゃうのとかって「Yeah!That's already 11!」みたいな感じですね。もう11時だからさ行くよとかっていう風にできたりするわけですね。これ現在形と使ってるじゃないですか。でさらには命令形で Do it already! とかってね言ったりすることもできますねもうさっさとやれみたいなですねもうすでに終わってる状況になってなきゃいけないじゃないかさっさとやらんかいみたいな形で使うこともできますねこれだからアメリカ留学してた時に聞いてあこんな風に言えんだって思ったのねテレビ見てて Already! って完了形しか知らなかったけどあメレール文でも結構使うんだなみたいな結構強い意味ですからね、はい、もうさっさとやれとかって Enough already! もういい っっていうねね、えー、ので使ったりもします、ねはいまあ、日本語では「もういい」になるか、はい「もう十分だ」「もうたくさんだ」みたいなね、えー、そういった形で使うこともできますんで「ああなんだこういった表現もあるんだなそうです」「Already っていうのはいろんな使い方が実はあるんだっていうのはですねまあ会話問題とかね段大で出てきた時に「あそうなんだ」ってね、えー、思ってね正解選べるようにしてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします ロー始まりまりした今回はですね、複合関係代名詞とですね、またもう謎の名前ですよね。本当に謎の <laughs> 名前が多いと思いますね。それでは行きましょう。複合。<laughs> はい、○○るまるもりもり。では行きます。選びましたかね、はい 大丈夫ですね。that person とか選んでないですよね。絶対ダメですよ。そんなことしちゃ。えー、何ですかえー、だって can receive って動詞あるでしょ。で、hams って動詞ありますね。動詞2個置くためには、そう、接続詞や関係詞がなきゃいけないってやつでしょ。that person とかね。はい、ダメです。いきなり置かないでください。で、残ったキャラクターたちをやるんですが、え、気づきますね。そうですよ。ここ、前に何にもいないでしょ。関係代名詞の「w h o とか、w i c h って。 そう前にかかる相手いたでしょ先行詞が必要だったよねえ疑問詞なんじゃないですか「ふ」風とか「うち,ち」疑問詞だったらそのクエスチョンマークつくでしょ、ね、はいだから最後なったから「Whoever が正解になるわけなんですねそうですこの「ever」がくっついたやつですね複合関係代名詞とかってね言われるやつですね、まあ、複合関係副詞もあるので複合関係詞とかって言われるやつなんですがさあこれどうなってますかこの文塊そう塊りですね ここからここまでなんですよ、えー、塊の中ではもうわかりますねカムズの前だからそうそうう主語になってるっていうのがわかるでしょ塊の中で主語になってるさあ塊全体でどうなってますそうそう,そう塊全体で主語になってますねそうなんですよこれ who の時は塊全体でどうなってました塊の中は同じですね塊の中で名詞塊全体ではその前の名詞を修飾する形容詞になってましたねでも エヴァーがくっつくとですねその働きは消えます前の名詞を修飾するよ先行詞を修飾するよっていう働きがなくなりますエヴァーがくっつくとこいつ全体で名詞とか副詞になりますで、だから先行詞をこう<あ>ドラッと、ね、取り込んでる感じなんですよねもう先行詞と合体している複合状態みたいなですね、えー、そういったキャラクターのことを複合関係代名詞と言います で、まあそうですね。エヴァくっつくと、誰でもとかですね。どっちでも何でもみたいな形でなるやつですね。だから、早く来た人、誰でもあ。大丈夫です。ねアーリー、福祉ですからね。これね。目的法じゃないですよ。早く来た人は、誰でもフリーギフトですね。はい。無料のギフト差し上げますよってことですね。もう殺到ですね、みんなね。<laughs> みたいなね。はい。ってことです。みんなフリーギフト差し上げますよっていう、そういう文になっています。Whoever comes early, can receive a gift. いう形になりますね、はい、こういった形で塊全体で名詞になると塊の中は同じですこの「エヴァ」くっつこうがくっつかないかろうが塊の中は同じ働きだと思ってくださいエヴァがくっつくとこの塊全体の働きが変わるんだなっていうふうに思ってくださいでさらに「Whoever becomes our leader, I'll support her」これはどうなってます塊全体でそうちょっと違いますね塊の中は同じですね 誰がリーダーになってもっていうんですね。そのメンバ女性なんでしょうね。その人をサポートしますってなってますが、はい、svo の前に出てますね。そう、主節の前に出てるやつは塊全体でそう副詞になるやつです。はい。なので副詞説にもなれるんですよね。 え、なんで、複合関係代名詞っていうのは塊全体で、名詞か副詞になる、ややこしいですね。え、ね、関係代名詞だった場合はさ、塊全体で形容詞になってたのが、それが名詞や副詞になるんですよ。ね、ここが、厄介です。まあ、ただ意味さえ分かっていれば、すっと読めることは多いと思いますね。ね、だって、これ、なんか一時違いを覚えるっていう人もいますけど、まあ、わかるじゃん。早く来た人、誰でも、ギフトゲットできる。誰がリーダーになっても、サポートします。ってのは似てるでしょね。そうそう。説は違っても、ほとんど似たような意味ですから、そこまで気にする。 あんまり作文とかしゃべる時に使わないと思いますけどねこれ使えるんだったらねすごいかなりレベルが高いでも A 作文の添削とかしてて見たことないです一回も「Weber <laughs>」が出てくるやつとかね一度も見たことないでは次の問題いきますねはい「b l a h b l a h c a n b u y s Susan will probably be happy who whichever what where」さあどうでしょうさあできましたかね,、はい、ねえ塊全体はもう今回わかりやすいよね Will probably be happy. スーザんはおそらくハッピーになるでしょうって言ってて、ね、SV っていうふうにてますはいこの SV 主節の SV の前のキャラクターっていうのはそう副詞でしたね全体で塊全体が副詞になってる大丈夫ですねはいさっきやった「ふう」ね前に先行詞が必要を「わ」とは塊全体でそう名詞にならないといけないですね ウェイハーはこれも同じで関係副詞で前にかかる相手もいないですからはいさようならっていうやつです。で、whichever が正解であります。whichever。ever がくっついていても塊の中は同じだって言いますね。働きね。だから、by の目的語になってますね。by の後ろ目的語ないでしょ。これねはいだから、can buyswhichever。 で、えー、塊全体では副詞になってますね。ケがどれを買おうとも、ね、スーザンっていうのはおそらくハッピーになるでしょうって言ってます。ウィッチエバー大丈夫ですね。どれとどっち英語だと2つとも同じです。日本語だと2つのものはどっちで3つ以上のものはどれっていうふうに日本語は分けないといけないんですけど英語では同じですので気をつけてください。ケ、は、ン、い、がどれを買ってもって意味です。でこれなんか似てるのあるでしょウィッチエバーね、似てるのあるとか、ね、そかうそうそうこのね What を使って、Whatever にしても同じです。Whatever can buy, Susan will probably be happy っていうふうにすることもできます。So, what も塊の中では名詞ですね。塊の中では名詞。はい、whichever も whatever も同じですで。ever がついている場合は、塊全体で副詞になることもできますあ。もちろん名詞になることもできます。塊全体で名詞か、塊全体で副詞になる。 えなんで、えー、Whatever Whichever と which ever じゃあ違うなんですか ?whatever は何でもって意味ですね。何でもで。whichever っていうのはどれでもっていう意味になります。whatever の場合は、県が何を買っても普通は喜ぶやつだし、えー、whichever の場合は県がどれを買っても喜ぶよっていうそういう意味になりますね。ねだから例えば choose whichever you like、ね。はい、これは選びなさい。あなたが好きなものを どれでも、ね、この「LIKE」のう目的語がないですねなんでないんですかって言ったらこれが目的語になってるからはい固の中で名詞そして塊全体でも名詞になってますね。はい、これでここからレベルが上がりますこれが分からないって人がものすごく多いんですよ。やっぱりまあ別にいいんですよ完全不完全っていうのはすごく役立つし「あもう O がない」とか「S がない」で解ける時はあるんですけどそれでやっていくとぶつかるのが前にあった「前置詞タ関係代名詞」そしてもう一個「 ぶつかるのが出てきてしまうんですよそうそれがこれです choose whichever book you like 参考書とか授業によっては関係形容詞とかですね謎の表現が与えられるやつですこいつが出てくるとですねもう完全不完全とかだとピョ,ピョ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 ってなっちゃう人が結構多いので説明しておきますで,でそうなんですよここに book とかっていうのが出てきちゃうとえってなっちゃう人がすごく多いですねえ,えなになになにどういうことなんでこんなところに行けない名詞が現れるのってなっちゃうんですけど意味は全然難しくないでしょ でどの本でも好きなの選びなさいっていうふうに書いてあるああはいはいはい知ってます、ね、意味はわかるでも文法を一生懸命やってきた人たちっていうのはですね「えー、完全なのこれ不完全なのブックがいるからえー、ああおっつってねあそっかブックの前にいるから、えー、とこれが就職してる形容士なんだ関係形容士なんだ」って言ってですね難しく考えちゃう人がすごく多いその考え直しましょう <laughs> 全然難しくないから今日でそのね難しい考え方からおさらばで。 ださそもそもさ、Choose whichever you like. はい、どれでもいいですよって言ってですね。こういろんなものがあって、その選択肢が全部見えてんだったらいいじゃん。でもで、いろんなものがブワーって並んでた場合に、限定しなきゃいけない時ってあるじゃない。そういう時がこれなんですよ。whichever book ってね。そう。だどの本でもいいから選びなさい。こ全部いろんなものがある中で、本だけ、本の中から、ね、好きな本を選びなさいみたいな感じで、いっぱいある、無限にあるような選択肢をぼっと縮めるときに、 あ名詞が置かれるんだなっていうふうに覚えとくと楽ですで。これ難しく考えすぎてる人が多いんですよ。例えばほ、ね、他にも。何、like. はい、でも好きなものを選びなさい。何でも好きなものを選びなさいって言った場合に多いですね選択肢がねすごく。あこれ大丈夫ですね。一応やっておきますけど。はい。 名詞になってますね,、はい、ね好きなものを選びなさいってねで「好きなものを選びなさい」ってめっちゃいっぱいあるともうどれだかわからんぜよってなった場合にね「<laughs> Choose whatever book you like」っていうふうに本限定すればいいですねはいこういうふうに「Choose whatever book you like」みたいに本限定にしてやればいいですねそうだから深く考えすぎる必要はないんです「What」とか「Which」っていうのは後ろに名詞を置くことがあるんだなって覚えていれば全然問題ないんですよ それを関係形容詞だとか関係代名詞の同格用法とかです、ね、いろんな名前が付いてて深く考えすぎる人が多すぎる What とか Which って普通に置けるんだなです、ね、こう限定するときに置いてやるんだなって覚えておけば楽ですよだって中学校の範囲だもんそんなのえどういうこと w h i c h c o l o r d o y l i k e どの色がいい使いますねそう中学校レベルでしょほら WhichColor なんて w h a t c o l o r d o y l i k e、はい、どの色がいい 一応 which、ウィッチとワットの違いっていうのは、ウィッチていうのは選択肢が頭の中はっきりしてて、ワットっていうのはその選択肢がはっきりしないとは言われます。でもほとんど同じですよ、これも。<laughs> ネイティブからするとほぼほぼ変わらない。一応、ウィッチの方が選択肢がどれって分かっている、ウィッっていうのはもう選択肢がはっきりしないときに使うことが多い。Uh, what color do you like? とか。はい、which sports do you like?、ねはい、どのスポーツ好きなの、uh, ?What sports do you like?、ね、何のスポーツ好きなの、まあ、これも同じような問題あで。アメリカでは、S つけるのでスス、えー、スポポーーツツってなりまますイギリスだとスポーで構いませんでこの時にだってさカラーとかなかったらさ分かんないじゃん範囲めっちゃ広くなるじゃん Which do you like ってまあ目の前にあれば全然問題ないかもしれないですけど、えー、What do you like ですね何好きってこれ文脈ないと分かんないよねかなり広いでしょでもカラーってくっつければあ色って限定されますよね,ね同じです、はい、Which do you like?What do you like? だと広すぎるでもスポーツってつけてやれば、はい、どのスポーツ好きなのっていうふうに限定されますね だ、ウィッチはワットがくっつくのは当たり前なんですよね。で、こういうのをさ、ディスとかダットの場合は疑問に思わない人が多い。よいしょ。ディスカラとかだからって言った時はさ、何の疑問も持たない人が多いじゃない。ディスが主語になってる時もあれば、あ、ディスが名詞にかかってるような時もある。うん、なるほどってね。そんな風にわざわざ考えてないでしょ。それがワットとかね。ワットレバーとか。 ウィッチエバーとかでで出てきちゃうと「えー、何なの?」っていうふうにハテナハテナってなっちゃうんですけどダットとかですと同じ位置だから同じような働きなんだなと思っておけば簡単なんですよだからほら「I don't know what color Susan likes」っていうふうに言えるわけじゃないで「Color」がなければ「I don't know what Susan likes、ね」「スーザンが好きなもの分かんないよ」ってなるのが「What color」にしてやれば「ああスーザンが好きな色分かんないよ」っていうふうに特定されますよね だから普通に使う表現なんだと思っておけば別に怖くないですからワットの後ろに名詞が来たとたんにウえーとかウィッチの後ろに名詞が来たとたんにはーってなる人がすごく多いてうョ <AT> ジョンは壁をインディゴ色に塗ったよって言ってますねでインディゴって分かんないわけですよなんじゃそれってインディゴって言ってねインディゴの中の壁んってなるんですねでそこをこのウィッチ説が説明してる で別にカラーがなくてもいいんですよ。カラーがなくて、which is close to violet って言ってもいいですね。v i イオレットに近いでも、カラーってつけてやった方が分かりやすいでしょ。このインディゴさんっていうのが which is close to violet っていうふうに言ってもいいんですよ。普通の関係代名詞ね。あ、大丈夫ですねこう。非制限用法とかってやつですね。こういう名詞ですから。

だこういうふうに関係形容詞って習ったりもするんですけど普通に行われることだと思ってください。What の後ろに名詞とか Which の後ろに名詞とかっていうのは来ることがあるんだなと知っておけばいいです。なんでこんな話したんですかこの基礎英文法あのね Whichever 名詞とか Whatever 名詞って、ね、めっちゃ出てくるんですよ入試で。なので説明しておきました。そういうことですだから which や what の後ろに 名詞がつく形っていうのは普通にあることそれが関係代名詞になった途端になんか特別なことだと思い込んで難しく考える人がすごく多いんですが実はそんなことはないんです普通にあることなんだっていうのを知っておいてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますといでは始まりました基礎英文法講座ですね今回はいよいよ関係詞の最終回ですはい、長かった関係詞も これでおさらば。おさらばっていうか、まあ、この後ね、いろいろ問題演習していけば出会うとは思いますが、では見ていきますね。はい。最後はですね、複合関係、福祉になりますね。落合。さあ、ではいきます。副章に入るのはんとかですね、Susan goes, John follows her という形になってますね。1、はい、番、whoever、2番、whichever、3番、whatever、4番、wherever という形うになってますね。さあ、できましたかね。 まあ、エヴァー系の、ね、複合関係詞ってやつですね。で、後ろ見ると、ジョンフォローズ・アーっていう風に、ジョンはついていきますと書いてあって、スーザン、こうですね。はい、スーザンが行くと書いてあって、さあ、この中で選んでいくんですが、覚えてますかエヴァーがくっついたら、どうなるんだって言ったの覚えてますかそう、前回言いましたね。前回は、フーエヴァとか、ワォレバー、ウィチエヴァーの話をしましたけども、エヴァーがくっついた場合、塊全体では、 そう、今まで持ってた形容詞の働きが消えるんだよって言ってますね。名詞か副詞になるって言いました。ただ、塊の中では、そう、今までと変わらないよって言いますね。だから、複合関係代名詞になっても、塊の中では代名詞です。そう、名詞になんなきゃいけないですね。だから、見てください、スーザン・ゴーズ。ゴーズは、自動詞ですね。自動詞だから、目的語がここに来るわけないですね。ありえないですね。 だから名詞になってる whoever, whichever, whatever はさよならなんですよ、ね。最初から置くことができなかった。だから wherever が正解になりますね。こいつ複合関係福祉さんになりますので、うわややこしいなにそれ。複合関係福祉関係福祉の時と何が違うの関係福祉より分かりやすいかもしれないよ。え、なんでなぜなら 塊の中で複詞。同じですね。関係副詞と同じです。複合関係副詞も塊の中で副詞。塊全体では副詞になります。関係副詞の場合は塊の中で副詞。塊全体で形容詞みたいになってたのが、こっち両方複詞だから覚えやすい。複合関係代名詞の場合は塊で名詞になったり副詞になったりしますが、複合関係副詞。なりません。副詞だけです。ラッキーです。もうどっちも副詞。ね、覚えやすい。 はい、スーザンがどこに行こうともジョンは彼女についていきますストーカーみたいなね,ね何なんだこの濃い模様はスーザンが現れてさあ,あれスーザンジェーンスーザンでいいんでねスーザン現れてさ大一体どうなるんだって思ってですね前回はケンが買ったプレゼント、ね、どれでもいいよスーザン喜ぶよって言ったんですね,ねジョンは。 ただただついていくだけみたいですね。関係副詞、ね、スーザンがどこ行こうとついていきます。こういった形で関係代名詞たちっていうのは塊の中で名詞なんだ。関係副詞たちは塊の中で副詞なんだっていうのは複合っていうのがくっついても変わりません。で、あと、そう、主説の前はね、全体で副詞っていうのも大丈夫ですよね。これもやったんで。でも、主説がわかんないって人がい,いるんですけど、主説っていうのはですね、こういうふうに頭に 関係詞とか接続詞がくっついてないやつのことを主説って言います。正確には従属接続詞って言うんですけど、まあ今はそんなに分かんなくてもいいですけど、はい、頭に関係詞とか接続詞がくっついてない説のことを主説。くっついてたら従属節とかっていうですね、謎の名前になるんだっていうふうにね、知っといてください。はい、a w e r e v e r Susan g o e d o John Follower。で、当然 Wherever だけじゃないですね。ね、この関係副詞いろいろやったじゃない。そうそうそう。 Whenever. Whenever Susan is happy.John is h a p p y スーザンがハッピーな時はいつでも。Whenever. もう Whenever ってね、よく見かけるから、もう接続詞っていうふうにね、覚えちゃってる人も多いと思います。まあそれぐらいよく使われるんですよ。スーザンが嬉しい時いつでも。ジョンは嬉しいです。まあ別にいいですよ。Whenever で何とかする時はいつでもっていうふうに覚えちゃっても構いません。それぐらいよく出てくる。あんまり Where ever は見ないと思いますが。Whenever はすごくよくません。Why ever はないですからね。何々する時はなぜでも。 変わってないですからそんなの、ねはい、では次。さあ、最後ですね。並べ替え問題ですね。はい。以下の語を並べ替え、意味の通る文を完成させよただし、文頭に来る語も小文字にしてやる。ね、あめんどくさい。It's task, however, that difficult John won't give up. さあ、どうでしょう。並べ替えてみてください。はい。 どうでしたかできましたかねそうなんですよこいつね並べ替え問題に非常によく出題されるのでぜひ押さえておかなければいけませんジョンがあって won't give up ですね諦めませんあ will not ですねこれ大事ですね will not のやつこ won't っていう風うになりますねで前にまあ、カンマあって主節の前だから全体で副詞なんでしょうねで中身を作っていくんですけども まあ、接続詞、関係詞みたいなのがいなきゃいけない。接続詞は関係詞になれるキャラクターは、そう、もう、however しかいないですよね。だから、こうやつの塊を何かしら作ってやるんだなっていうのはわかります。え、その他どうですかそう、この、だっていうのがついてますね。ザは漢字ですから。そうそう、だ、タスクだなっていうのもわかりますね。これね。あ、だ、タスクっていうふうになるな。で、はい、B 動詞来てます。B 動詞は前にも言いましたね。すごく大きなヒントになるんだよって言いました。え、なんでですかって、B 動詞って B 動詞にしかならないからですね。 動詞の原型とかって、あの、do とかさ、go とかさ、っていうのはさ、あの、順動詞、to 不定詞のやつで出てきたりとか、今までやったさ、原型不定詞とかさ、いろんな役割があったでしょそれに対して、i s って来たら、もうこういつは e s しかないですから、絶対動詞、100%動詞だし、しかも i s って来てるから、もう三人称単数のやつが主語に来るとかっていうのもわかるんですよ。もうヒントだらけ。よし、簡単。The task is difficult. できたぜ、行くぜっていうふうにやっちゃう人が多いんですね。 However, the task is difficult とか t h e t task is difficult, however とかってやっちゃう人がすごく多いんですけど、違うんですね。答えはこれです。However difficult the task is, John won't give up. 何この形何変なの不思議なのそうです。だから入試に出るわけですね。変なのや不思議なのっていうのを入試は問いたいわけですから。この形ですね。 However, 形容詞、副詞ってやつです。めちゃめちゃ出る。どんなに何とかでもとかっていうやつですけど、めちゃくちゃ出題されますので、きちんと押さえておかなきゃいけません。はい。で、えっと、その、ね、タスク、仕事だったりが、はい。どれだけ難しくてもっていうですね。 もうこれ覚えなきゃいけません。however difficult っていう形で出題されるんだっていうふうに覚えましょう。however 警護士、however 副詞の形ですね。however difficult the task is ですね。そう、difficult が however に引っ張られて前に出てきてるんですよ。こいつもともとここだったのがここに引っ張られて,ていきますね。そうだ、普通じゃない語順になってますね。だから出題されるんですよ。はい。どんなにタスクが難しくても、ジョンは諦めません。っていうふうになっているわけですね。はい。厄介だよね。 だから結構やっちゃう人多い,いですよ。t スク task is difficult.However とかってやめてね。そういうふうにしないでね。こんなふうになってましたよね。John won't give up って言って、あ、タスクは難しい。でも John は諦めないってやんないでくださいね。まあ、そもそもここにもかまねえしみたいなね。もしやりたいね。だよ。However ってしかしの意味ありますね。しかしの意味あるんだけど、その場合は接続福祉さんっていうキャラクターになりますので、福祉なんですよ。だから、 置いてやるときにはね、まあ、セミコロンとかって言うんですけどです、ね、こういうやつね、まあ、いずれ説明しますけど、セミコロンとコロンとかもね、こういうふうに置いてやんなきゃダメです。こいつ、あの接続詞的な役割ができるので、後ろに主語同士新たに置けるようになるんですよ。こいつは接続詞じゃなくて、副詞っていうので覚えてください。で、皆さんがだからね、書くときは、The task is difficult, but, ジョン n won't give up とかっていうのでも全然構わないですよ。タスクは難しい。しかしってです。のセミコロンなしに勝手に However 置かないでください。もしくは The task is difficult ピリオドを置いて However, j o ジョン o n t give up っていうふうにやってください。ね、知ってますよそんなこと言ったって。えー、However 接続詞で使いたいですって。うん。その気持ちはよくわかります。私も覚えてますよ。ネイティブとティームティーチングとかね。やることとかも結構あったりしてね。私がこう全部英語で。 やってるんですけど、授業で。で、言ったんですよ、これをね。いいかい however っていうのは、接続詞じゃないんだ。however 単体。こういつはですね、接続詞的に働くけど、関係副詞っていうのはなので、えー、however 単体では、副詞なんだ。だから、接続詞としては使っちゃいけない。だから、英作文で使うときは、ちゃんと、the task is difficult, period, however 仕事を知ってやるか。で、the task is difficult. で、セミコロンを置いて、however っていうふうに、こうやってやるなさい。いいですかカンマだけで、カンマ、however. SV って書いちゃダメだよっていう風に教えたんですよ。でその次の授業で、まあ、ネイティブスピーカーが教えるんですけど、ネイティブスピーカーがこう説明のね、文をこうやってバーって書いて、そう模範回答をこうやってね、書いたですね、思いっきり However をね、接続詞で使ってた。カンマ However で普通に SV って書いて、ザーみたいな。<laughs> 教えたのに、ネイティブが間違ってる、みたいなですね。 だから、そうやってやるネイティブはいます。実際いますし、辞書にも載ってますけど、でも一応アカデミックライティングとかでは、入試とかではダメなので、やんないでください。However ですね。しかしの However を副詞で使ってください。しかしの However を接続して使わないでください。あの時はね、もう、すごーンってなりましたけどね。ああ、ダメって教えたばっかりなのに書かれたよって思って、ねはい。模範回答に書かれちゃったよっ。はい、びっくりしました。まあ、だからどちらにしろ However を後ろに置いちゃダメです。こういうふうにしてはいけません。 で、さらに意味も全然違いますからね。これね、タスクは難しい。しかし、ジョンは諦めないっていうのと、こっちは、どれだけですからね。どれだけタスクが難しくてもっていう意味なんで、意味が違うっていうのを知っておいてください。で、however, 形容詞、副詞っていうやつですが、そうですね、ここ形容詞、デフェカオと来てるんだから、そう、もう一個ありますね。そう、絶対、副詞の方も例文出てきます。however hard he tries, John cannot make Susan happy.Oh my gosh. ね、かわいそうに。はい。<laughs> わかりますか ?however hard. さあ、これは、 一生懸命トライ、try. あ、これ、ジョンですね。ジョン。この従属説の場合はで、前に出てきても後ろのものを受けられますから、こっちがメインですから、ね。He tries h a r d すね。<だ> He tries h a r d すね。一生懸命やるってことですね。このハード、副詞ですよ。硬いじゃないですかね,、はい、ね。形容詞ではなく副詞ですね。でその副詞が前に出てきてる。However, あ副詞の形だから彼がどんだけ頑張っても、どんだけ一生懸命やっても、ジョンはスーザンを ハッピーにすることはできない。ね。あ、かわいそうです、ねはいあ。ちなみに、このケンとかジョンとかスーザンの展開は、比較のところで、ちょっと変わね、えー、だいぶ先でもっともっと展開があるんですけども。はい、ということで、はい、However, 形容詞 h o ハウェバー、副詞ってやつですね。こう,いうやつ非常に重要ですので、必ず教えていてください。で、この時に、まあ、例文で覚えておくのはやっぱり簡単ですよ。however difficult the task is って言えば、あ、however 形容詞になってるなってわかりますね。however hard he tries って言って、あ、hard 副詞が来ててえ、however hard な形になってるなってわかりますね。そうだから、however あ形容詞 SV とか、however 副詞 SV って覚えてもいいですけど、やっぱり例文で覚えておくと強いです。 実際問題に出てきたとき、英作するとき、あなたは書くことができたりするわけですよね。そうだから例文できちんと覚えておきましょう。はい。これで長田関係師ともおさらば、<laughs> おさらばつくね、えー、終わりになります。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。